よろしくお願いします。今日はですね、ラディアンスの説明会に来ていただきました。ありがとうございます。で途中の道が、の案内がですね、この1週間ぐらいでお店が2軒変わったんでですね、なんか和食屋さんがですね、なくなってですね、大きな目印にしていた提灯がですね、なくなっちゃいましてですね、あれがないと結構曲がれないぞみたいな感じですけど、それとですね、このラディアンスのこの部屋なんですけども、まずこのマンションの管理組合の人からですね、多くの方が出入りするときにはエレベーターを使う部屋じゃなくて、この階段で行く部屋にしてくださいと。なんかエレベーターですと帰りにいろんなところに営業に寄っちゃう人がいたりなんかしてですね、いけないとかっていうんでですね、こんな感じになっておりますので、よろしくお願いします。で、私が山崎康夫と申します。隣にいるのが妻の康子と申します。よろしくお願いします。今日はですね、このラディアンスについてどんなところかっていうところと、それから瞑想についてどんなところかっていう、どんな感じかっていうのと、それからですね、この意識の仕組みはどうなのっていうこと、それでその後はその催眠療法の話で、催眠と瞑想をするとどんな良いことがあるのかと、で最後に参加という形でいきます。それでまずその自己紹介なんですけども、私のですね、社会人デビューがテルモ株式会社というところでですね、これでこの電子体温計っていうのはですね、病院に行くと大抵この体温計が置いてあるんですけども、これは実は私が作った体温計なんですよね。でこういうふうに、工学系の専門だったわけなんですけども、である時ですね、手首で測る血圧計というのを研究していたところですね、このソニーのソリューションの手首で脈波を測るということでですね、病気の診断をすることをやってたんですね。それで、この人間が脈波を測るときには押して測るんですけども、自動診断をするときにはこのような腕体をつけて測ると。私も手首で血圧計とか、この人は手首で脈波を測るっていうのでですね、手首つながりでソニーに来ないかっていう話になりまして、でソニー社員になることになったんですね。でソニー社員になりまして、このルカワソル氏の直轄部隊に配属になってですね、でこの人がある時、関節が進歩しても世の中はちょっと良くならない。この理由は何かっていうと、20世紀は物質的豊かさを追求した時代だったんだよと。21世紀は心の豊かさが重要な時代になってくる。心の元気をせよという感じでですね、我々に号令を。この前からですね、スターウォーズってなってますけども、スターウォーズほどにですね、科学技術が進歩してですね、それからジェダイの騎士とかっていうのは一生懸命瞑想だったとしてもですね、この物質的豊かさを追求するとですね、やはりその幸せになれないというふうな感じになりますよね。ずっと戦争しっぱなしっていうのは何十年間とか100年近くやってるっていうのはなかなか辛いものがありますけども、でまたある時このソニーのソリューションはですね、東洋医学ではなくて西洋医学ではなくて第三の薬としての病気にならない体を起こしのための研究をしなさいと、これからは心の時代がやってくるからというふうな感じでですね、心というふうなものを非常にですね強調していた。これで生命情報研究所というのができまして、でこれが生命情報研究所発足会ということでですね、今から何十年も前にですね、行われたんですけども、でここに座っている人がですね、ソニーのソリューションのルカワソル氏でですね、でここに立っているのが若い頃の私ということになります。この頃はですね、髪の毛をふさふさしててよかったなみたいな感じで思ってるんですけども、これは関係者1というような感じです。でこのソニーのソリューションはですね、この生命情報研究所の所長になってこれを引っ張っててくれたんですね。ソニー規模の会社でしたらば、所長というふうなものをこの中から立ててですね、これでその人がそのソリューションのところに、報告にしに行くというふうな感じなんですが、このソニーのソリューションのですね、特質がですね、自分が興味があるものだとですね、気になって気になってしょうがないということでですね、思い切り気になったんで所長になってしまおうという感じでですね、なってもらった。で、その一番最後ですね、この力を振り絞って所長をやってですね、いただいたということで非常にラッキーだったんですけども、でこのソニーのソリューションはですね、病気にならない体を起こしのための研究ということなんですが、どんなことをしようかなというのでですね、いろいろ探っていたところですね、このサイモントン療法という治療法に行き着いたと。でサイモントン療法っていうのは、これが
サイモントン博士という人なんですけども、実はですね、私もですね、昔メタボだったんですね。でメタボでですね、このサイモントンさんと同じようにアゴヒゲを生やしてですね、口ヒゲを生やしてですね、このメガネをかけていたというふうな感じで、もう少しで山崎先生もサイモントンさんのようになっちゃいますよね、気をつけてくださいねって言われてた時代もあったわけなんですよね。で、その後私はですね、痩せようというふうなことでですね、痩せて今はメタボではなくなりましたけども、一時期はもうちょっとでこれになるってことだったっていう感じだったんですが、なのでですね、すごく親近感があるんですけども、この写真にですね、これで、このサイモントン博士という人は実はですね、放射線科のお医者さんだったんですね。で放射線科のお医者さんで放射線を、がん細胞、がん患者に当ててですね、がんを治すということをやってたんですが、なかなか大昔だったんでうまくいかなかったと。そこである時、このサイモントンさんの奥さんがですね、心の持ちようで、がんは良くなったり悪くなったりするんだよと、サイモントンさんの奥さんは心理療法をする人だったんですけども、それでそのサイモントンさんもそうかと、じゃあがん細胞をやっつけて喜んでるイメージをしたらもしかしたらがんが治るかもしれないっていうんでですね、こういうのを試してみたところですね、末期がんの細胞が治ってしまったという、こういうすごいことも起きまして、でそれだっていうんで、じゃあこのやり方をですね、しっかりと体系化して、がんのセルフコントロールっていう本を書いてですね、サイモントン療法っていうので、全世界に広めていったというふうな感じになります。それでこの、こうやってですね、喜んでることで治るとか、そういう医学を使わずにですね、喜ぶっていうこともですね、大きく言うとですね、医療のうちの一つになるかもしれないですけども、西洋医学とか東洋医学とかを直接使わずにですね、がんを治すのをがんの自然対処というふうに言うわけですね。で、こういったことがですね、ずっと行われていたわけなんですけども、大抵の場合には宗教絡みでですね、名になっていると。だから宗教というふうなものをまだそのソニーがですね、研究するというふうなところにはいかなかったんでですね、やってなかったわけなんですけども、このようにですね、東洋薬とか西洋薬とかっていうのを使わずにがんを治すというふうなことはですね、ソニーのソリューションの病気にならない体を調べるための研究っていうのはですね、ぴったりだということで、じゃもうちょっと医学的にこれをですね、調べてみようっていうふうなことでですね、ソニーだけではできないんで、東京の小平にあります国立精神神経センター免疫研究部のお医者さん、この方にですね、パートナーになっていただきまして、これでドブ実験をされた。これでこの私たちの脳の中にですね、快楽中枢っていうのがあるんですね。でこの快楽中枢が刺激されると免疫力が高まると言われていてですね、でそうすることによってがんだけでなくエイズ、エボラ、結核とかっていうこういうところまで、どんどん良くなってしまうと。だからこのサイモントンさんのですね、この話をですね、しっかりと検証してですね、このやり方をもっと上手なやり方にするとですね、医療革命が起こるんじゃないかというふうな、ことでですね、期待しつつ、このがんの自然退縮について調べていたらですね、なんとこのがんの自然退縮を、研究している学問だったと。それが精神神経免疫学という学問なんですけども、ですけどもこういったものがまたでき始めだったんですね。でそれで、この現象についてですね、この国立精神神経センターと共同研究したわけなんですが、どんなふうにやったかというと、この快楽中枢、快楽中枢をですね、人為的に、刺激して快楽な状態にしてしまうと。その方法がこの電気刺激なわけなんですけれども、この、マウスを使ってですね、マウスの頭にですね、ドリルで穴を開けて、これに電極を刺すと。これで、炎群はですね、脳に電極を刺して皮膚にがん細胞をくっつけて電気刺激ありで快楽な状態を作ってあげると。で比較としてですね、 B 群を用意してですね、脳に電極を刺してがん細胞は上に作っていくんですけども、電気刺激なしと。でこうやってみるとどうなったかというとですね、なんとですね、この炎群の方はがん白血球が活性化してがん細胞が壊れるということがですね、確認できたんですよね。でところが B 群の方変化なしと。ですから、この快楽中枢を人為的に、電気刺激してあげてですね、人為的に快楽な状態を作ってあげると、こういうこのようなことが起こったと。でところががんになった時にですね、頭に穴を開けるという治療をですね、多くの人が好んでしてくれるだろうか、それはほとんどしてくれないだろうと。だからこの頭に穴を開けなくても快楽な状態を作る方法ってなんかないだろうかということで、探していったところですね、この病気にならない体を作る研究でですね、快楽中枢の効果的な刺激方法と。でこのサイモントンさんは最初はこの、イメージトレーニングでですね行ったんですけども、なかなかイメージトレーニングですとですね、うまくいかないと。
それでずっと付き合った、ずっといろいろ探していって、見つけたのが催眠という方法と瞑想という方法を見つけたと。でこの当時ですね、この生命情報研究所、先ほどのですね、イルカ・マサル氏が所長になった生命情報研究所というところでですね、いろいろな研究をしていた時にですね、この電気通信大学の物理学の先生、佐々木茂っていう方がいらっしゃるんですけども、この人は本業が、物性を、物理のですね、物性、いろんな知らぬものの物性を調べるというふうなんですけども、気というものの研究も行っているすごい先生ですですね。でこの先生がですね、言うところにですね、この催眠とか瞑想とかっていう研究を行うときには、こういった世界にですね、足をどっぷりとつけ込まないといけないというふうな、ことをですね、おっしゃいまして、で片手間にやってるとうまく研究が進まないよと。でそれだって言うんでですね、催眠に関しては瞑想に関してもですね、両方ともティーチャーになるぐらい一生懸命やったということですね。でそういうふうにやっていったところをどんどんこういったものをですね、解明することができると。で、催眠と瞑想の研究をしているとですね、今度はヒーリングという手かし治療とかと、そういうふうなもののですね、こともですね、たくさん聞くようになってきて、ついにですね、ソニーのソレッションのところに中国で有名な気功師という人がですね、やってきてくれましてですね、今でこそその中国というのは非常にお金持ちになってますけども、昔はですね、非常に貧乏だったと。でその頃にですね、このヒーリングで大成功してですね、クロリンのベンツにですね、お供のものを、警備のものを乗せてですね、やってくるとかっていう、そういうすごい人がいまして、でその人が、ソニーに来ましてですね、このヒーリングの実演をして、くれたんですけども、なかなかすごいなということが分かりまして、これも研究してみようというふうに思ったんですが、何せですね、まだこういったものに関して、ちゃんと科学的な証明ができてないこと。それで、手を込まないというところを、ある時電子技術総合研究所というところが日本にありまして、今は、産業技術総合研究所という名前が変わっているんですけども、日本で一番大きい研究所なわけなんですが、日本で一番大きいんでいろんな研究をしているわけですね。でここでですね、気の研究をしている人がいた。国立の研究所で気の研究してますって結構すごいと思うんですけども、これでその研究者の人がですね、学会で実は、ね、気には電磁波的な側面があるんだよと、そういうふうな話を、発表しましてですね、で私も電磁波は非常に得意でありましてですね、ソニーも電磁波得意ということで、科学的な研究が可能であるっていうんで、じゃあヒーリングの研究をしてみようということになったんですね。ですからこの、催眠とか瞑想とかの研究をソニーでしますっていうのだけでもですね、多くの人が驚くんですけども、ついにはですね、気の研究を始めましたというような感じがあるわけなんですけども、で、それでですね、ある時この長野県をドライブしていたところですね、遠くの方にこのパラボランタは、ものすごく大きいパラボランタなんですけども、どのくらい大きいかというと、この直径が45メートル、もう少しで50メートル層ができてしまうぐらい大きいパラボランタがですね、こんな感じでそびえ立っていると。で電車が得意ということは、こういったものにですね、興味が私の場合あってですね、あるわけで、こういうのが遠くの方に見えるとですね、いても立ってもいられないと。でそこでこの車を飛ばしてここに行ってみたところですね、なんとこのところはですね、野辺山宇宙電波観測所というところだと。で、そこでですね、見学コースってなってですね、こういったものが置いてあるだけでなく、来場者にですね、この電波望遠鏡の仕組みが分かるような、こういうですね、模型も置いてあると。で模型といってもきちっとですね、電波を観測できるような装置なんですが、でこのところにですね、こういうコントローラーがありましてですね、ここにこの使い方が書いてあるんですけれども、で実際にこのパラボランテナがですね、いろんな方向を向くと。で、でそれをですね、お聞きしてみると、このパラボランテナっていうのは、実はこのとおりありますような、放送衛星とかですね、そういったもの、人工衛星とかそういったものと通信するんじゃなくてですね、実はこのところにですね、このパラボランタの太陽に向けてくださいって書いてあるんですね。で太陽に向けてみるとどうなるのかなって向けてみるとですね、このメーターが触れると。ということはこのところで説明しているのは、この45メートルの電波望遠鏡っていうのは実は天体観測をする電波望遠鏡なんですよと。宇宙にですね、いろんな星があるわけなんですけども、そういったいろんな星からですね、発せられる電磁波をですね、このパラボランタによって、受信してですね、宇宙の様子を観測していた。ですから、普通の光学望遠鏡ですと、昼間はですね、太陽が明るすぎて星が見えないわけなんですが、電波望遠鏡でしたらですね、
星がですね、観測できるわけですね、昼間ですから、昼でも夜でも、電波観測があるじゃん、惑星あの天体観測ができるというのですね、非常にすごいんですけど、でこの次のですね、このコーナーにですね、なんとこのパラボラアンテナを人間に向けてくださいって書いてあるんですね。で人間に向けてみるとどうなのかなって向けてみると見えたので、太陽から来ている電波と同じような電波がですね、人間からもやってきているという、でこれが気ですよというふうな感じでですね、これをこういうふうなメーターに入れるんじゃなくて、横軸に周波数、その縦軸にこの強さというふうなものをですね、測れるようなこの測定器に入れてあげますと、この気の出し方によってこの波形が変わるというような感じなんですね。でこのさまざまな波形を、さまざまな周波数を含んだですね、電波を出す、出しているというふうな通信方式がですね、このスマホ等で使われているスペクトラム拡散通信方式という方式がありまして、実はこれは私が大学時代に研究していた通信方式ということでですね、それでなんとですね、このこういった測定装置にですね、私もですね、この気というふうなものに関してもヒーリングの方に関してもですね、ヒーリングのティーチャーになるような資格までですね取りました。だから全部ティーチャーができるというそういうふうな感じなんですけども、だから思いっきり極めたわけなんですが、でそれのもので、ですね、いろんな気を出すとこの波形が変わってくるということになるわけですけども、ですからここからですね、そういった電波を出すことができるということはどういうことかというと、ソニーのソウル社、この夢がですね、この脈波を測ってですね、どんな病気かというのを自動診断するというふうなのが一番最初の夢だったんですけども、これがさらに広がったと、自動治療までできちゃうというふうな感じですね。でここでどんな病気かっていうのを解析したらですね、ここからそれに見合った電池波を出してあげればですね、このいつもの元気と。でですからですね、こういうなんか夢のようなシステムのですね、研究を真剣に行っていたというふうな感じなわけですね。でこの2015年にですね、このアプローチっていうのが出まして、でこのあなたをよく知るために独自の心拍センサーを組み込みましたっていうふうなことなんですけれども。なんとですね、この2015年じゃなくて20年ぐらい前にですね、私が、先ほどの研究をやっている時にソニーではですね、このくらいの入れ物の中に PHS の電話機を入れるだけの技術があったんですね。ということはこの、こういったですね、感じでこれをくっつけてこれを携帯するというだけじゃなくて、こんな感じのとてもスマートなものを腕にはめておくだけでですね、こういうふうなですね、いつも元気というふうな状態を作れるということですから、これがですね、できたらもう本当に大変なことなんじゃないかなと思って頑張っていたわけなんですが、それでですね、またソニーのソリューションのもう一つの側面にですね、このソニー教育財団というふうなものを作って、で、子どもたちのですね、能力開発をするというふうなことをしていたと。でこのソニーのソリューション、なぜこういうことをしていたかというと、実はですね、このソリューションのお父さんがですね、ソリューションが2歳の時に雪の降ってる道でですね、凍っていてですね、転んで死んでしまったという、そういうふうなですね、悲劇の持ち主でありましてですね、お父さんなしで育ったんですね。これなんでですね、両親のその愛情というふうなものを十分知らねえさと。それでまたこの方がですね、結婚相手がですね、戦後間もない頃の文部大臣かなんかの娘さんなんですよね。ですからその一般の人とはですね、だいぶ違うような人とですね、結婚してしまってですね、その娘さんがその病弱だったっていうのを思いっきり甘やかされて育ったと。ほんで、結局お父さんが亡くなってしまってお母さんに一人に育てられたわけなんですが、お母さんの悪口を言う奥さんだったんですね。それでもんでですね、夫婦仲が悪くなりまして、できた子供がですね、自閉症になってしまったりとか、ああしてしまったと。で、昔はですね、自閉症になったりなんかすると治す手立てがない。じゃあ人間の能力開発をするにはどうしたらいいんだろうかっていうのにですね、興味が向きまして、で、ソニー教育財団というのを作って子どもたちをたくさん集めてですね、能力開発の研究を行ったんです。そうしたところですね、人間の能力開発を始めるのは幼稚園で遅るんだという、そういう結論に至りまして、でこの本を出したところベストセラーになっちゃったんですけども、これで、10年ぐらいした時にですね、じゃあいつからやればいいんだろうっていうで、0歳からの母親作戦、生まれたらすぐにやりましょうそれで、さらにまた10年経ったらですね、その生まれてからではまだ遅いと。胎児からやらないといけないんですよ。というふうな感じの本を出して。で、この本の中に、胎児はみんな天才だっていう本の、
解説もしたんですけども、この「大蛇みんな天才だ」っていう本がですね、非常に衝撃的な本なわけなんですけども、この本の著者がですね、ジスコ・セリックっていう人で、ジスコさんっていう日本人がセリックさんっていうアメリカ人と結婚したわけですね。そうしたところお子さんが4人できましてですね、4人が4人とも IQ が160以上の天才になってしまったと。で、 IQ160 がどのくらいすごいかっていうとですね、 IQ150 だったらば東大にですね1日3時間勉強すると合格できる、現役合格ですね。ところが普通の人はですね IQ が100ぐらいなんですけども、 IQ が100だと1日30時間勉強しないと東大に入れない、ということは1日24時間ですからですね、現役ではとても入れないというような感じなんですけども、それよりもさらに10高いと。で、アメリカは飛び級っていうのがありますんで、長女のこの方はですね、高校2年生の時にですね、大学2年生でもすごいんですけども、大学院の2年生でですね、なんとこの解剖学専攻というふうな感じなんですね。で、次女の方はですね、中1の時にですね大学1年生やってまして、三女の方は小5の時に高校3年生で、四女の方は小3の時に中3をやってるという、結構すごい飛び級をしてる人は人たちなんですね。で、ガリ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 勉強してたのかというと、そういうわけじゃなくて、ジスコ夫人が大統領に出すとお父様でやってきてくれるという、そういうとても素晴らしい、家庭だったと。これで、なんでこんなふうな、すごいその IQ になってしまったのかというと、このジスコさんは英文科の短大で、この本によりますと、このスレキさんは機械工というふうなわけですね。ですから工業高校出身というふうなわけなんですけども、ですから2人とも IQ がですね160じゃないんですけども、IQ が160以上の大天才が生まれてしまったと。で、それはどれようにやったかというと、お母さんが妊娠した時、ジスコさんが妊娠した時にですね、お父さんは普通の日本人だと一生懸命仕事をしようということでですね、仕事時間が長くなるんですけども、この人はですね、その一生懸命仕事しようじゃなくて良い子を作ろうというふうなことで早めに帰ってきましてですね、機械工ですから9時5時の仕事ということでですね、仕事が終わったらすぐに帰ってきて、奥さんのお腹のところに行ってですね、このお腹の赤ちゃんに語る教育を始めたと。で、赤ちゃんっていうのは半年ぐらいにするとですね耳が聞こえるなんて言うんですね。で、そうするとお母さんがいつも語り書きをしている以外にお父さんも語り書きをしてくれると。で、自分が反応するとお父さんも反応しかしてくれるっていうんでですね、非常に赤ちゃんとしてはですね、外界に興味を持つようになっていると。で、このステリスさん曰くですね、私は子供たちがお腹の中にいるときにもうほとんどのことは教えてしまってたとかって感じですね。信号はなぜどのような仕組みかとか、自動車はどのようにして走るかとか、そういうふうにですね、この語りかけというのはおよそこの赤ちゃんが聞いても、あるいはジスコさんが聞いても面白くないんだろうというふうな話をですねたくさんするわけですね、このところで。ですけども、やっぱこのジスコさんとしてはですね、なかなか帰ってきてくれないお父さんにも早めに帰ってきてですね、いつも一緒に行ってくるお父さんの心の状態が安定していると。それからまたこのジスコさん自体も、イソップ童話とかですね、そういうふうなものは読まないように、それからロックンロールも聞かないようにとかっていうね、心の安定というふうなものに先進したわけですね。で、そうしたいところをこの IQ が高い子だけ、 IQ 高いだけじゃなくて、この心の知能指数とかっていう EQ もですね非常に高い子とも確かに聞いてしまったと。で、またこの「大蛇みんな天才だ」っていう本の中にですね、さらにすごいことが書いてあるんですけども、このイギリスのグラスゴー大学のソットっていうはずがですね、1300人の子どもとその家族を対象に行った調査をしたと。すごい大規模な調査なわけなんですけども、そうした時にですね、互いに至り合う良い関係にある夫婦に比べ、いつも喧嘩ばかりしてしっくりいかない夫婦からは、精神的および肉体的に障害がある子供が生まれる件数は 2.5 倍になる。まあ、普通の場合なんですね。で、この 2.5 倍っていうのはどの場合の数字かっていうと、胎児の悪影響を起こす他の原因、例えば妊娠中の病気、喫煙、飲酒、仕事上の過労による権力の大きいと。まあ、妊娠したらですね、病気になってもお母さんはですね、薬を飲まないようにして頑張るとかですね、いわゆるタバコや、お酒もやめるんだとかと。で、その妊娠後期にはですね、安静にしなきゃいけないとかっていうんで、過労をしないように気をつけるとかですね、反対に気をつけすぎちゃうと太っちゃうんだとかっていうのがありますけども、このように一生懸命妊娠中は気をつけるんですけども、そういうふうなことを気をつけるよりも夫婦喧嘩というふうなものをしないように気をつけることが重要なんですよっていうことをですね言ってるわけですね。
でこういうふうな不文化としてですね、あの母体にですね、精神的な、負担がかかると何が起きちゃうかというと、この性同性障害とか、だから様々な、先ほどの自閉症もですね、アトピーもそうですけども、そういった様々な疾患を持った子どもが生まれやすくなってしまうと。ですから最近あのテレビをですね、性同性障害の人が似合わせていたりとか、こういった方々がこのものが増えているわけなんですが、その原因というのは様々あるんですけれども、大きな原因としてですね、これがあったんですね。だから、自分自身がですね、お父さんになっていった時のことをですね、考えてほしいんですけども、だんだん息子がですね、成長していくに従ってですね、男らしくなっていってくれればいいんですけどもですね、女らしくなっていくと。そうすると、まあ、母親は戸惑ってですね、父親の方はですね、お前は俺を感じない、俺はお前をそんなやつに育てた覚えはないとかって言うんですね、子供にですね、めめしい子供をですね、叱ったりなんかするんですけど、実は誰が悪かったかっていうと、不倫化をしていた2人がですね、その子供の、この性同一性障害の原因を作っていたんですね。ですから、この不倫化というふうなものをしてしまうっていうのは、あるいは夫婦仲が良くないというのはですね、非常にその子供の将来に悪影響を及ぼすというふうなことがですね、分かりまして、でそこでこのソニーの総理氏はですね、気がついたわけですよね。この良い子を育てるには本人以前に良い親が必要であると。だからこのここまでは胎児からっていうふうなことをですね、書くまではですね、この生まれた子をどうにかしようというふうに思ってたわけなんですけども、生まれた子をどうにかしようじゃもう手遅れなんだと。子供を作る前からいうふうな感じでですね、というふうな本を次に出したかったらしいんですが、ところがこの胎児からっていう本を1990年に書いてですね、1997年に他界してしまったんで、これができなかった。そこで私がですね、催眠療法と瞑想法を役立ててですね、多くの人々の心を、癒していこうというふうな感じでですね、決意をしたわけなんですけども、これでまた、この胎児はみんな天才だっていう本のですね、内容を受けてですね、この IQ200 天才児は母親次第とかですね、天才児を育てたら24人の母親とかですね、3歳までの育て方で子供の脳が決まるとかっていう、こういうふうなたくさんの本が出版されましてですね、この本を書いた方々はですね、専門の塾を作りましてですね、でその日本全国に今展開するんですけども、これらの本を書いた方々は通信教育用の教材をですね、販売してたわけなんですけども、この天才児を育てるためのでこの本の中にですね、非常にすごいことが書いてありまして、このお父さんが、お父さんが、体操のオリンピック選手、お母さんも体操のオリンピック選手、なおかつこのお母さんはですね、体育大学の先生ではあるんですけども、でそのようにですね、ものすごく運動神経が良いこの2人の夫婦からですね、女の子が一番最初に生まれました。この子は非常に運動神経が良く育ったんですけども、その次ですね、男の子が生まれたんですね。でうちは2人とも運動神経がいいんだから、きっと何もしなくてもこの子も運動神経が良くなるだろうと思ってですね、仕事が忙しかったのか、あまりこの子に構ってあげられなかった。そうした時にですね、この子が、この幼稚園に、とか保育園とかに行ってですね、なんか他の子が飛べっからですね、ひょひょ飛べられてるのに、うちの子だけ飛べられないと。うちの子は運動神経が鈍いというふうなことにですね、気がついたんですね。でそれで一生懸命ですね、運動の英才教育をしたんですが、一向に運動神経が良くならなかったと。ですから多くの人はですね、 IQ とか運動神経っていうのは遺伝の影響が大きいだろうというふうに思ってるんですけども、実はですね、遺伝の影響よりも両親が子育てにいかにかかったかで子供の知性が決まってしまうということなんですね。ですから子供が幸せになるのは、3歳までの間に一生懸命ですね、子供をですね、その教育にですね、携わるということが重要なんですね。人間は衣服を着せてですね、子供をですね、ほっておきますけども、動物園の動物、動物園だったらですね、野生の動物とかっていうのは子供とですね、いつも一緒にいるですね、お父さんとお母さんっていうのはですね、お母さんは絶対に庭の子供のそばから離れないと、離れると他の動物に食べられてしまうみたいな感じでですね、絶対離れないんですけど人間は離れちゃうって。ですから人間の場合には思いっきりほっとかれちゃって非常にかわいそうなわけですよね。でそういうふうな形でですね、自分自身の能力というふうなものは実はですね、
大人になってから一生懸命頑張るよりも子供の時代に親がいかに関わったかっていうことでですね、人生が決まってしまうと。これでこの人生が決まるその非常に大きなことですね、結婚っていうのもあるんですけども、この50歳の時に一度も結婚してない人の割合を生涯未婚率っていうふうに言うんですけども、現在女性はですね10人にしては結婚できないんですよね。で男性は5人にしては結婚できないと。でこの結婚できない本人は私はしたくないんだっていうふうに言うわけなんですけども、本当は本能ですからしたいわけですね。したいんですけども、ところが自分がですねなかなかモテなかったりとか人間関係良くなかったりとかですね、あるいはその性同一性障害だとなかなかうまくないというふうなことでですね、したいのにできない、したいのにできない、だからしたくないというふうに言ってしまおうということで、なってるんですが、実際はですねできないわけですよね。でその最近もっとすごくなりますとですね、3、40代の人の場合ですとやがてですね5人にするが障害未婚で、3、40代の場合には男の人の場合にはですね、3人にするが障害未婚になってしまってほとんど結婚できないというふうな事態になってしまう。ですからこの結婚というふうなものがですね非常に難しい時代になってきて、でそしてさらにこの結婚してもですね3組に1組は離婚して3組に1組はセックスレスになってしまう。だから残りの3組の1組がですねどうにか、夫婦関係をですね保ってるわけなんですが、特に仲良し恋しではないというわけですね。ですから表面上は幸せに見えますが結婚は難しく、さらに幸せな結婚を維持させるには至難の業ということがですね、現状なんですね。で、この結婚ができないということは結局この結婚ができないだけに終わるんじゃなくてですね、人間関係がうまくいってないとかいうことになってくるんで、世の中に起こるいろんな事件のですね、原因もですね、とも同じになってくるんですね。じゃあどうしてこのような結婚ができない、上手にできない、幸せな結婚が厳しい状況になってしまったのかっていうふうなんだとですね、なんとこの太古の昔に遡る。でこのすごいですね、この浮気は本能だったんです、実はみたいな感じで。最近ですね、芸能界でですね、浮気というふうなものでですね、無期限の謹慎処分になったコメディアンの人がいたりとかですね、あるいは、女性なんですけども、私はもう芸能界いますかというような感じで、なっていたりとかして、その6時間もその男性と一緒にいたとかっていう感じになってきてですね、浮気というふうなものはですね、それからクリントン元大統領もですね、浮気でもってですね、大統領辞めなきゃならないでしょとですね、結構この浮気というふうな本能なんですけども、大きな問題も起きていると。これで、ですけども、これはですね、大昔は非常に良かったんですね。医療機関などのない太古の昔、食卵難や伝染病でどんどん死んでちゃったと、私たちの祖先がですね。で、その時にですね、私たちは部族という集団で暮らしましたと。ですから、子供ができるとですね、最初はお父さんがお母さんと自分の子供をですね、一生懸命守ってですね、いるわけなんですが、ところが子供が集団の中で生き延びられる3歳ぐらいになって成長するとですね、この子供のことはですね、みんなが守ってくれると。みんなでお父さん、お母さんと子供を守ってくれると。そうすると、お父さんはですね、強い遺伝子を持った子供を作るために、新たなパートナー探しをすると。だから浮気ですね、これは。ですから、その強い遺伝子を持った子供というふうなものを作らないと生き延びることができないということでですね、子供が3歳ぐらいになって手が変わらなくてくると お父さんはですね浮気をするという。でお母さんも今度はですね、子供がさらにですねこの集団の中で一人で生きるようになってくると新たなパートナーを求めてですねまた浮気をするというふうなことをですねするわけですね。でこの現在私たちは寿命が80年とかっていうような感じなんですけど、昔はですね20年ぐらいだったんですね。なのでですね15ぐらいで子供が作れるなんていうことですね、5年間のうちにたくさんの子供を作らないとですね子孫を残さないと。だから子供を作ったらそれでいいのは現在は結構それでどうにかなるかもしれないですけど、昔はですねちゃんとその自分の作った子供が成人してですね子供が作れるような状態にしないといけないと。だけどもその間にこういうふうな食の難や伝染病がどんどんやってきますので、そういったものにも耐えられるようなものすごく強い子供を作らなきゃいけないっていうんで、一人の1対1のパートナー同士で子供をずっと作っていくと、その残せる確率が非常に減ってしまうわけですね。ですからこの浮気をですね本能としてですねいたわけですね。
で現代でも離婚が多いのは、子供が3歳ぐらいのところなんですよ。でこの本能で浮気をして離婚してしまうわけですね。でこの浮気とかっていうと非常にいけないことのように思うんですけども、この本能の中にですね、食欲という本能、性欲という本能、睡眠欲とかという本能がある。でご飯を食べないと私たちは死んでしまうわけですね。で寝ないと同じように死んでしまうわけですね。ほんでそのこの性欲の方をですね、ちゃんと使わないと子孫は残せないということでですね、このすごい、これは欲望なわけですね。ですから本能なのでやめられないと。で大昔は集団で育ってたんで、このように浮気しても大丈夫だったんですけども、やがてですね、文明が進歩してみますと集団からですね、大家族になって、大家族から核家族になってきた。ところが我々の本能はですね、集団生活の本能しか持ち合わせてないと。だからこの核家族ではこの夫婦2人での間でですね、子育ての方がよく分かんないんですよね。だから手探りで育っていってしまってたというふうな感じでですね、ですからこれまでの通常の恋愛とか結婚の方法では子供が3歳ぐらいしか不安は持たないということなんです、本能ですね。だからこのようなですね、愛情が、あまりないような夫婦に育てられた私たちというのは自分の本来の能力を発揮しづらいと。それからまた本能の中にですね、闘争逃避反応という本能があるんですね。でこれはどういうのかというと、自分より弱いものはこうやってやっつけて食べるんですけども、強いものがやってきたらそこから逃げるということをですね、するのが動物の本能なわけですね。でところが現代、顧客がですね、クレームを言ってきてもですね、顧客から逃げちゃうわけにいかないですよね。それから上司に叱られてもですね、その上司から逃げるとですね、クビになっちゃうということで、それからその学生時代は、試験勉強とかして試験受けの宿とかしてですね、逃げるとですね、あの学校卒業できないとかですね。それからあとこの現代はですね、この陳列棚に黒毛和牛とかって、ね、たくさんあったりとか、キャビアとかですね、そのフォアグラとかあったりもするんですけども、そういうのをたくさん買っちゃうとですね、懐がですね、だんだん枯渇してきますとですね、やがて破産してしまうと。ですから黒毛和牛は襲ってこないんですけども、我慢しないといけないということでですね、ものすごいストレスを抱えて我々は今、生活をしているわけですね。というふうなことはですね、結局何かあったら、浮気は本能、子供が3歳ぐらいしか持たない夫婦愛、これで集団で子育ての方法は遺伝子に組み込まれているが、最近の科学学では子育ての方法を知らないと。それから本能の闘争逃避反応を押し殺し、ストレスだらけというふうなですね、ものすごい、状況に我々は置かれていると。これで本来だったらば、深く愛し合っている心安らかな両親にですね、愛情深く育てられていれば我々の本来の能力をですね、十分に発揮できるんですけども、ストレスですから心安らかでないわけですね。ということは愛情不足で皆心に大きな傷を持っている。ですから本来の場を発揮できないでいるんでですね、東芝が今危なかったりとかですね、なんか松下も危ないとかですね、いうふうな感じでですね、結構いろんな企業はですね、ちょっと前まではソニーが危ないとかって言われたんですけどですね、今電気の会社がどんどん危ない状態になって、シャープはどう大丈夫なんでしょうかなんですけどですね、これでこの愛情不足ということなんですけども、愛の感情の反対は恐れと。でそこで愛情不足だと周りを恐れ、自分の中に閉じこもってしまったり、相手の気持ちが分からず相手を過剰に攻撃してしまうので、さまざまな問題が起こるという感じですね。愛情不足はただ単に愛が足んないとそれぐらいじゃないのと思うんですけども、こういろんな問題が起こると。じゃあどうすればいいんだろうかと。で幸せな家庭を作るためのですね、方法があるわけですね。でそれはですね、運命のパートナーを引きつければいいんだと。自分にとってですね、一生仲良く暮らしていけるような運命のパートナーを引き寄せればいいんだと。これね、またですね、自分を磨き、お互いですね、浮気本能に打ち込むほどの魅力的なパートナーになればいいんだと。言うのは簡単ですけど、思いっきり難しいですけどですね。ですけども、この方法があるわけですね。その手段がラディアンスの催眠と瞑想というふうな感じですね。で、なんと、この隣にいる私の妻なんですけれども、私が50歳の時、21歳の年下のですね、妻を引き寄せて結婚、再婚してるんですね。それで、これまでですね、一度も喧嘩したことがないという。ですから、ものすごく大金持ちで何かだったりわけですけど、ごく普通のですね、サラリーマンがですね、21歳の年の差があってですね、先ほどもご覧になっていただいたようにですね、この辺に品が入っていて、ここに品が入っていてですね、素晴らしい男性のところによく結婚してくれたなと思ってるんですけども、
それはですね、この運命のパートナーを引き寄せる方法があってですね、引き寄せたわけですね。それで、お互いにですね、浮気本能に打ち勝つほどの魅力的な、どこが魅力かっていうのはですね、妻にはたくさん私は魅力を感じるんですけど、私の魅力は一体どこなんでしょうというのはよくわかんないんですけど、そんな感じでですね、ちゃんと、結婚生活ができているというような感じなんですね。ですから、このアデランスの催眠と瞑想というふうなものをすることによって、この幸せな家庭を作ることができる。もっと輝くことができるんですよ、というような感じですね。というふうな形でですね、このアデランスの設立というふうなわけなわけなんですけども、で、どんな話で作ったかというと、ソニーのソリューションは実は先ほど見ていただいたようにですね、高齢だったのでですね、他界をしてしまったと。で、その後ですね、ソニーのソリューションが元気だった頃はですね、たくさんの医療機器の研究部隊がソニーの中にあったんですが、ところが他界した後にですね、この PL 法っていう法律がですね、施行されてしまいまして、メーカーが作ったものが事故を起こしたらメーカーが責任を持って調べないといけないでしょうとかっていうんでですね、ソニーが作った医療機器が医療事故を起こしたらソニーの株価が乱高下してしまうと。じゃあソニーではこれから医療機器は少ないようにしようっていうんで取締役会で決定がされてしまいまして、でソニーの中にあった医療機器の研究部隊が全部なくなっちゃったんですね。でそこで、生命情報研究部もなくなりましてですね、で私はソニーで医療機器の研究をするから来ないかって誘われてソニーにやってきたわけで、もうなくなってしまうとですね、でソニーの中でこの、技術をですね、これまで培ってきた技術を生かせればよかったんですけど、全く生かせない状態になってしまったんでですね、そこで有価者の意思を引き継ぎソニーでの研究成果を社会に還元しようっていうのでですね、ライスを作っているところですと。そういったところをですね、催眠と瞑想による社会貢献をしましたっていうんで、こういったですね、勲章をいただいてしまったと。玄関のところにですね、飾ってありますんで、ぜひ会議ですね、見ていってくださいという感じで、このナディアスというところにですね、来て、このまずそのナディアスというところはとっても安心できるところなんですよっていうのはですね、分かっていただけますと、これまでのですね、説明が大成功というような感じです。で、一番最初はですね、瞑想についてお伝えするんですけども、このソニーで研究してきたですね、究極の瞑想法を今日は体験していただこうということなんですけども、この瞑想するとどんないいことが起こるんでしょうかというので、この瞑想の生理学っていう本の中にですね、これ日経サイエンスっていうところから出てるんで、ものすごくきちっとした本なんですけども、瞑想のスタートにですね、血中の疲労物質を測定したと。そうすると寝るよりも瞑想していた方が早く疲労が回復するんですよっていうふうなことが分かっていたりとかですね、瞑想することによってストレスをためないとか集中力が高まるとか平常心が保てるとかアイデアが高まるとか人間関係が良くなるとか直感力が良くなってですね、運が良くなると。ですからこの瞑想するとこの運が良くなるというふうなことがですね、起きるわけですね。でそれでですね、また最近の話なんですけども、この社員教育に瞑想を取り入れると、このマインドフルネスストレス低減法っていうこういう方法が あるんですけども、このインテルとかグーグルとかフェイスブック社がですね、この社員教育に瞑想を取り入れたと。でなぜこういったことをしたかっていうと、普通の企業はですね、うつ病の罹患率がですね30人に1人ぐらいなんですね。ところがこういったところの IT 企業は10人に1人もですねうつ病になってしまう。最近は日本のですね、企業もですね、ストレスに関してはですね、ストレスマネジメントとかっていって、なんかそういうストレスマネジメントのリーダーがいて、なんかアンケートを取ったりとか、なんかそのしないといけないとかっていうふうなことになっておりますけども、このうつ病っていうのはですね、非常に現代の大問題になっていると。IT 企業の場合には、何倍もの人がですね、うつ病にかかってしまうと。で、こういったものを、とにかく未然に防ぐことができないだろうかと、あるいはうつ病になっちゃったとしても早く会社に復帰することができないだろうかというのでやっていたら、なんとですね、このマインドフルネスストレス低減法というような、方法をですね、ジョン・カバット・ジンという博士がですね、いまして、その人が研究していて、それをですね、Google で取り入れたのがきっかけになって、こういったところに広まっていったということになっています。これで、この世の中にですね、Google のマインドフルネス革命、Google 社員5万人の10人に1人が実践してるんですよ。で、Google の勤務時間のうちのですね、45分間は瞑想してもいいですよと。そういう決まりになってるぐらい、Google では盛んと。それからこれはですね、ディーパック・チョプラっていう人がですね、いまして、
この人の日本支部のリーダーの人が世界のエリートはなぜ瞑想するのかっていうんで、ディーパック・チョプラっていう人が低瞑想をディーパック・チョプラ流にですね改良したのがありまして、それをですね広めるっていうんでこういった本を書いてるんですけども、それからまた、日本でもですね日経ビジネス2013年の12月号にはアップルのジョブズが瞑想しますよと、京セラの井森さんが瞑想しますよと、それから安倍総理も瞑想してるんですよというふうな感じでですね、この瞑想というふうなものに関してですね焦点を当てたりとか、あるいは先ほどのインテルとかグーグルのマインドフルネスなんですけども、それをですね特集したのは日経サイエンスの2015年の1月。これでこのマインドフルネスがなぜその流行ったかっていうと、この大学の先生たちにですねこの瞑想のやり方をお伝えましてですね、で大学の先生たちがいろんな人を使ってですね測定をして、でそれでもってですね広まっていった。だからなんか素晴らしい瞑想法というよりも、多くの人が瞑想について研究したら、昔はこの脳波系なんかもですね今は非常にいい脳波が出てきたりとか、あるいは脳の中のその状態もですねしっかりと測れるような時代になってきたんで、それで瞑想というふうなものを科学的に検証できるようになってですね、それで広まっていったというふうな感じですね。それでこのプレジェント、この2016年4月4日号にもこの TM 瞑想っていうのが、このところのこの本の元になっているのが TM 瞑想なんですけども、この TM 瞑想が流行った頃はですね IBM、GM との大企業が瞑想を取り入れたと。でまた何十年か経ちまして、マインドフルネス、これがですね流行った時には Google とか Intel、Facebook とか先端最先端企業がになったと。だからこの瞑想っていうのはですねブームに乗ったりとかブームを作ったりなんかしてるわけなんですけども、このようにですね、これまで誰もが瞑想したかったと、でも何をしたらいいか分からなかったということでですね、何か流行っているものがその最先端のですね企業というふうなものにそれがもたらされるという感じです。それで、ソニーではですねこういったものにですね特に踊らされず、着々とですね瞑想とか催眠の研究をずっと行ってきたというふうな感じです。それで今日皆さんがですね体験していただく催眠や瞑想のワークはですねこのメンバーサイトというところで後でですね視聴することができますので、なんていうんですか、もう一回ここのところで体験することができるんだっていうんでですね、あまり緊張せずにですね気楽にですね、聞いていっていただくといいと思います。それで、旧来の瞑想法なんですけども、この古来より伝えてきた伝統的な瞑想法っていうのがありまして、ヨガ、低瞑想、これはですねヒンズー教が元になってるんですね。それから禅とかですねそのインテルとかグーグルがやってるマインドフルネス瞑想、それから密教とかっていうのは仏教が元になっていると、それから神道とかキリスト教とかいろいろあったりしますけども、こういったものに関しては昔はお坊さんにならないとこういった瞑想ができなかったわけなんですけども、今はそのお坊さんにならなかったとしてもですね瞑想を鳴らしてちょうだいっていうとですね誰もが瞑想を鳴ろうってことです。ところがですねこの一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーション止まりと、先ほどインテルとかグーグルもうつ病予防とかっていうような感じですけど、リラクセーション止まりですね。なぜかっていうとこれ宗教由来なんで、苦行しないと上達しないように作られてるわけですね。ですから、日常に生かせるようになるまでには10年以上の長い歳月と生活習慣の大幅な変更との苦行が必要ということなんですね。で私も、こういったですね瞑想法をですね、いろいろ習ったわけなんですけども、そうするとすごく大変なことが起きると。例えばこの仏教系の瞑想法をですねやっているときにはですね、仏教ですからですね摂取はいけないわけですね。そうするとですね肉は食べないようにしましょうとかですね、魚も食べないようにしましょう、だから精進料理みたいな、精進料理っていうと結構美味しそうですけども、あれは地で行くとですねあまり美味しいものないわけですね。これだとうどんとかお蕎麦を食べるときにですねネギを、薬味としてネギを入れるじゃないですか。こういうふうな宗教の方から見てみるとネギは入れちゃいけないんですよ。なぜかというとネギとかっていうのはですねその仲間がニラとかニンニクとかってあると、ああいったものを食べるとですね精がつくと、ということは煩悩がですねどんどん膨らんでいくんでですね、
うどんとかそばにですね、ネギ入れちゃいけないよとかって言われちゃうんですよね。そうするとですね、食生活が重きつまんなくなるんですね。それからまたこういうことをやってると、あまりお酒も飲まないようにしましょうとかって言われちゃいましてですね、二人ともお酒大好きなんですね。それで、ソニーの、その、気の研究っていうんで、合気道具っていうのが入ってましてですね、私も。ソニー合気会っていうのがあるんですけど、ソニー合気会っていうのはお酒が好きなんですよね、私も。それで、合宿の時にはですね、お酒たくさん飲んでですね、朝稽古の時には吐きそうになりながら、二日酔いで吐きそうになりながらも一生懸命稽古をするとかっていう、そういうすごい、ところなんですけども、稽古の後みんなでお酒飲み込むんですね。で、ところがこういったものをやってるとですね、ごめん、今、瞑想をしなきゃいけないんでお酒飲めないんだよって言うと、なんかだんだんみんなとの付き合いがですね、疎遠になってしまうと。だから食事もつまんなくなるし、そのなんか人間関係も疎遠になってしまうと。だけど瞑想は上手になってくるっていうんで、だからなんかつまんないな、こんなことやってると思ってる感じに思ったんですけどですね。ですから、これよりももっとすごい瞑想法はないだろうかっていうんで、また探しに行ったわけですね。それからこのマインドフルス瞑想なんですけども、これはですね、こんなことが、書いてあるんですけども、このモンキーマインドとかっていう感じですね、こういうふうなですね、モンキーですけども、実際にマインドフルネス呼吸の、その呼吸法とかですね、座禅を行ってみると、人は思考や感情、心配、願望、苦悩などとの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなんです。頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない状態を猿が光る木に飛び移る様子で例えたわけですとかって感じでですね、このマインドフルネス瞑想の本にはですね、大抵の場合にはこういうふうな感じで、モンキーマインド、頭の中にですね、いろんな雑念がぐるぐるしますので気をつけてくださいと、瞑想っていうのは難しいんですよっていうような感じでですね、書いてあるんですね。ですから今日もですね、この仏教系の瞑想の体験をしていただくんですけども、その時にですね、雑念がどうしても浮かんできちゃうんですね。で、この雑念が浮かばないようにするというふうなのが、まずその、この瞑想の中でですね、非常に大きなですね、労力になっているわけなんですが、この瞑想の仕方なんですけども、このどうやってやるかというと、このその背筋を伸ばして体の中にエネルギーが流れやすい状態にですね、していただくと。こういうふうに猫背になっていたりとかですね、そんなしないようにすると。それで、よく瞑想中はですね、こう顎を引きなさいとかって言われるんですけども、顎を引くとですね、大抵の場合にはですね、前傾姿勢になってきましてですね、意外とこうやってこうおーっとなって寝ちゃうということで、もっといい方法はですね、この背骨の上に頭を乗っけるというふうにすると、ちょっと上を向くくらいがですね、ここの僧帽筋が凝らずにですね、肩こりがなしで瞑想ができるんで、とてもいいわけですね。それから呼吸というふうなことがですね、重要になっています。本来はですね、腹式深呼吸っていうのをしていただくといいんですけども、それをしてですね、行くことによって、瞑想がですね、より深まると。それから多くの方が最初から上手にしよう、完璧にしようと思うんですが、その最初から上手にしよう、完璧にしようと思ってできちゃったら先生いらないわけですね。なかなか難しいんですね、これですね。ですからベストを尽くすというような感じでやっていただければと。で、雑念が浮かんできたら目の前にこういった川の流れをイメージしてですね、流すというふうなことをですね、雑念が浮かんできたらなんかポッとこの川の中に捨ててあげると、雑念が浮かんできたら川の中に捨ててあげるというので、頭の中で絶対に雑念を展開しないというふうなことが重要だと思いますね。これからまたこれがですね、結構厄介なんですけども、瞑想の主状態になったとしても瞑想に入ったという自覚はほとんどない。普通の式状態で目をつぶってるんですけど、何ら変わらないというふうな感じなわけですね。で、どうしてかっていうと、お酒を飲んでほろ酔い状態の時にですね、自分はお酒に酔ってしまってるとかっていうふうな感覚ってあんまりないじゃないですか。で、飲めば飲むほど自分は平気ですよ、大丈夫ですになってくるわけですね。なぜかっていうと、お酒を飲んだ自分の式状態を観察しているのがお酒を飲んでいる自分だから、その自分観察してる人の感覚がずれてしまってるんで、分かんないんですね。お酒を飲んでない人がお酒を飲んでる人が酔ってるなっていうのはすぐ分かるんですけど、お酒を飲んで酔ってる本人が自分の酔ってる状態をなかなか観察できないと。それと同じように瞑想の修行体に入っちゃうと自分自身の意識が変化してるんで、瞑想に入ってるかどうか分かんないんですよね。だからこういうふうな感じで瞑想に入ってる自覚はほとんどない。これから瞑想や催眠っていうのは同じ修行体に入るんですけども、意識がどっかに飛んでってしまうっていうこともないわけですね。ですから瞑想に入ったというふうな自覚がないんで、瞑想状態に入っているかどうかっていうのは分かんないと。
いうのが結構な瞑想体や催眠のですね問題のうちの一つなんですけれども、ですから今日もですね瞑想体験中に瞑想に本当に入っているだろうかっていうふうな疑問が湧いてくるかと思うんですけど、あまりその辺も気にしないでください。それからまたオウム真理教とかっていうのは昔流行りましてですね、で私もですねツイッターにですね何て言いましたっけ、ジョイさんがですねツイッターのあれに出てくださいとかって来たんですけどですね、そのジョイが来るほど有名になったのか俺もと思いますけども、このマインドコントロールされるんじゃないかというふうにですね瞑想してないかすると思うんですけど、ことは一切できないんですよね、残念ながら。ですからその瞑想とか催眠とかっていうのはとても安全なわけなんですけども、これで今回その体験していただくのが素足観というですね、そういうふうな、座禅のうちの一つのですね瞑想を体験していただくんですけども、これをするときにですねその重要なのが調身、体を整えましょうというんでですね、このこうやってちゃんと背筋をピッと伸ばしてですね、で体を左右に前後左右に出しまして、ちょうどぴったりと収まるようなところというのを見つけてください。それから調身というのはさっきも言ったようにですね、雑念だらけにならないように気をつけましょうねと、煩悩とかっていうのを壊さないでくださいねとかっていうやつなんですけども、それから調息っていうのはこの次の腹式深呼吸をしっかりとしてくださいねと。で腹式深呼吸の仕方っていうのは腹筋に力を入れてですね、鼻から息をふーんと吐いてくるんですよね。でしっかりと吐いてそれ以上吐ききれなくなったら普通はですね息を止めてしばらくして、でまた息を腹筋の力を緩めて息を吸うとかっていうのがあるんですけども、息を止めたりなんかするとですねなかなか難しいんで、今回は息をしっかりと吐き切ったらまた吸うだけ。ほんで私たちの、自律神経の具合がですね、息を吐いてる時には副交感神経が優位なんですね、息を吸ってる時には交感神経優位になって、瞑想の場合にはですねバランスを取るということも重要ですけども、副交感神経優位になっていくわけなんで、その時には吐く息の時間の方がですね長い方がいいわけですね。最初のうちはそれを気にするとまた大変なんでですね、とりあえず一生懸命吐いたらしっかりと吸うというふうなことでやっていただければ OK です。でこのような単調なリズムが瞑想の状態を作っておくんですけども、これでこの一般的にこの素足観とかっていうようなやつは半眼っていうので行うんですけども、半眼ですとですね周りのものが気になってなかなかできないっていうんで、今回は平眼状態でですねやっていただくんですけども、で平眼呼吸法時の脳波のパワースペクトラム解析というふうなこの計測をですね行った方がいらっしゃいましてですね、でこれはお坊さんを元にしてやったんじゃなくて、この大学の先生なんでですね、大学院生に瞑想をやらせましてですね、でファッですから瞑想のプロじゃないわけですね。ということは誰でもが、この不足感の瞑想をするとですね、このような、経路をたどってですね瞑想の状態になるということなんですけども、まずこの1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分、これが11、12、15、20とかって書いてあるんですけども、目をつぶると、視覚野に刺激がいかなくなってくるんで、アルファ波が出るわけですね。ですからこれは瞑想で出たんじゃなくて、目をつぶったことによって出たアルファ波と。で、大体ですね、4分ぐらいしてきますと、ここに早いアルファ波の出現って書いてあってですね、この辺から瞑想の状態が始まる。で、5分、6分、7分。ですね、10分もすればしっかりと瞑想状態になってますよというふうな感じです。あとはずっと瞑想の状態を続けようと思っていれば瞑想の状態が続きますよというような感じです。ですからですね、今日はですね、このくらいのところまでやってみましょうという感じになります。この8分間瞑想をしていればですね、多くの方がですね瞑想の状態というのを体験、でこの時にはですね、雑念が浮かんできたら流す、雑念が浮かんできたら流すという感じなんですけども、この趣旨はですね、なぜこれを体験しているかというのは、その趣旨はですね、こういう普通の古来からの瞑想法ですと、雑念が浮かんできてしょうがないですよというのを体験していただきますと、大成功みたいな感じです。で、これを知らないでですね、やると、もう一番最初からやるんで、その、一生懸命やらなきゃいけないとかですね、で、うまくいきましたというのに言わなきゃいけないんじゃないかなというふうにですね、その、思ってですね、その雑念が浮かんできて大変だというふうなことをですね、無視しちゃう人がいるんですね。それを最初からお伝えしてくるんですけども、雑念を浮かんできたら直す、雑念を浮かんできたら直す、それから腹式深呼吸とかっていうのをしっかりとやってみるとかっていうような感じですね、
やってみるんだけどもなかなかうまくいかないですよっていうふうな、この旧来からの瞑想法っていうのは難しいんですよっていうのをですね、体験していただくというのもこの趣旨としてありますのでですね、そこら辺のことをですねをちょっと頭の片隅に置いておいてください。でこの速観という名前なんですけども、なぜこの名前がついたかというと、息を数える瞑想法ですよということなんですね。でそのどのようにして数えるかというと、瞑想中にお腹腹筋をに力を入れてですね、お腹をへこまして息をスーッと入ってくるんですけども、その時に心の中で一つとかって言いながらですね、数を数えていくんですね。ほんでしっかりと吐き切ったら息を吸ってですね、今度は心の中で二つと言いながら鼻から息をうーんと吐いていくと。で、三つ四つっつって十まで行ったらですね、また一つに戻るということ。ですから十まで行ったらまた一つに戻るんですよと。それでお坊さんが数珠を持っていく、あれは何なんだろうってですね、あれを振り回してですね、武蔵坊弁慶が修学するんじゃなくて、瞑想の時に何回、どのくらいの時間が経ったかっていうのを数珠でですね、数えていたんですね。だから塔まで行ったらもう次の玉、また塔まで行ったら次の玉とかって感じですね。で、数珠も茶色い玉と黒い玉もあって、黒い玉にもですね、この格好が違うんですね。そうするとどこまで行ったかっていうのを目をつぶりながら、あるいは数珠を見ながらですね、見る、測ることができるという、そういうふうな感じですね。ですからこの速観というふうなものが多くの瞑想法の、基礎になっているというような感じになります。それではですね、8分間ですね、こちらの方で時間を測ってますので、この背筋をですね、ピッと伸ばしてですね、で手はこんな感じで組んで、どっちの方でもいいんですけど、組んでいただいてもいいですし、ただ単にこのももの上に乗せてですね、上を向いて、やっていただいてもどちらも構いません。この姿勢を良くして、やめることによってですね、仏教の方じゃないですけども、他の瞑想法ですとこのピラミッドみたいな形での形が作られるととてもいいですよと。ですからこの上半身でピラミッドの上側、下半身でピラミッドの反対側ができるというような感じのところですね。ですから足もですね、これしっかりと地面にですね、地面というか床につけてですね、いただいて、で長身でですね、こうちょっと体を揺らしてですね、ちょうど収まるところへ持っていくと。じゃあ行きましょう。目をつぶって大きく深呼吸をしてください。腹筋に力を入れて、そして一つと心の中で唱えながら、鼻から息をうーんと吐いていきましょう。そしてしっかりと吐き切ったら、鼻から息をスーッと吸っていきます。腹筋の力を抜いてお腹を膨らまして息を吸いましょう。そして今度は2つと心の中で唱えながら、鼻から息をふーんと吐いて腹筋に力を入れていきます。そしてしっかりと吐き切ったら、鼻から腹筋の力を抜いて鼻から息を吸っていく。そして今度は3つと唱えながら、鼻から息をふーんと吐いていきましょう。そして10までいったらまた1つに戻ります。さあこちらの方で8分間時間を計っています。8分間の速観の瞑想を楽しんでください。そして雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる川の流れをイメージして、その流れの中に投げ込んでいきましょう。決して雑念を頭の中で展開することなく、どんどん流していってください。
瞬間が経ちました。大きく深呼吸をしながら手のびを曲げたり伸ばしたりしてください。足のつま先の指も曲げたり伸ばしたりしてみましょう。そして手首、足首を曲げたり伸ばしたりし、そして体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。という感じでですね、瞑想気持ちよくできたんですけども、やっぱりいろいろですね、今日は家に帰ったら何食べようかなとか、今日は庭の日、28日なんで、鳥の日だなとか、ケンタッキーに行ってみようかなとかね、思ったりとかですね、いやワインと一緒に食べると美味しいなとかと思ったりとかですね、そういうふうな雑念がですね、いろいろできたんじゃないかと思うんですけども、そういうふうにその雑念をですね、抑えるっていうことが、まず一番最初のですね、苦痛になったりとかですね、あるいは、ぼーっとしてるうちにその寝ちゃったりとかですね、数えるの忘れてしまったりとかですね、して、で、それで、ここで発揮される効果っていうのは、心がスッキリするとかっていうのもあるんですけども、大きく自分自身に変化していったわけじゃないっていうんでですね、多くの方が挫折してしまうっていうのがですね、旧来からの瞑想というふうな感じになります。それで、このですね、次がですね、そういったのでですね、出てきたのが、第2発のこの瞑想法であるこのソニックメディテーション、そういった瞑想法なんですけども、最新の心理学や脳性理学を応用していますと。ですから苦行とかって一切ないです。肉、魚、ネギ、何でも食べてくださいと。お酒もどんどん飲んで平気ですよみたいな感じで。これで、そういうふうにしながらも初月から気のエネルギーもですね、どんどん感じられてくるんですよ。で、瞑想の技能を日常に生かすというふうなことをですね、3ヶ月間でマスターできたんですよ。ですから普通の瞑想法っていうのは何十年もかけてですね、やっとマスターするところ、それをですね、3ヶ月間でもっとそのところまで行ってしまうというようなのがこの瞑想法なんですよね。それからあと、なんとですね、この瞑想法でですね、こうやって毎月第3土日の月2日間標準コースと毎月第4日曜の月1日間の濃縮コース、第4日曜ですから明日なわけですけどですね、明日セミナーありますので、ぜひまだ参加間に合いますのでしていただけると嬉しいんですけども、このですね、標準コースの時にはですね、土曜の晩にみんなでお酒を飲みてしまうという、でそういう感じですね。最近は二次会まではやらないですけど、昔は二次会までやってましてですね、結構たくさん酔ってですね、次の日瞑想しに来たっていう方もいらっしゃったんですけども、そういうふうに私もちゃんとマスターできるのはこの瞑想法ですね。非常にそのシステム自体がなんかすごいんで、生活習慣の変更とかっての一切しなくてもできちゃうんですね。ですから日常生活、昔の人でしたらお坊さんになってですねどうのってありますけど、今お坊さんになってそのなんかやるというふうなところまでですね、する人は少ないと思いますんでですね、ですから、ちゃんとサラリーマンを入れながらと自営業を入れながらですね、どんどん瞑想の技能を高められるようにしていったと。おいで、この例えば1月21、22、もう過ぎてしまったと。だけどこれは出られるんだけども、その次の月からはこっちに行きたいとかというふうなものも可能でして、それがあると29日は明日っていきなり言われても困るんだよとかって感じですね。これじゃあ2月18日から出ましょうとか26日から出ましょうとか、そういうふうなのですね、可能になるようなにしちゃったわけですね。ですからものすごく臨機応変に参加できると。これでですけども、この3回はちゃんと受けてくださいねと、最低でもですね。でこの1月、4月、7月、10月と4期年に開催しておりまして、ですからこの例えば1月期出ましたと、これであとその再参加っていうのがコースがありますですね。そうすると4月とか7月とか10月とかって感じでですね、出ると1回目出た時よりも2回目の方がもっと上手にできるんですね。それも3回目のもっともっと上手にできると。これからまた1回目出た時には自分は全くの初心者で右も左も分かんなかったと。そうすると次の期に自分はですね、もう2回目だみたいな感じですね。そうすると1回目の人たちがいろいろ言ってくると、あ、私もそうだったよね、その初めの時はというんですね、あ、自分も上達したんだなとかって分かってきたんですよ、全然ずっと続けて出るとですね、非常にいいわけなんですけども、そんな感じでですね、楽しく瞑想ができると。ほんでこのスリックメディテーションはどんなにするのかっていう一つの例なんですけども、
この旧来の瞑想法で、瞑想歴20年のベテランの方、これはティーム瞑想っていう瞑想法で20年やってきたという方とですね、あと普通の人、こんな感じですね、今回の瞑想初めてっていう初心者の方が同席した時の感想って感じなんですけども、この時に最初のうちはさすが20年の瞑想歴ですね、感じることは違いますねっていうような感じだったんですが、セミナーが終わる頃、ただ3ヶ月目頃の時にはですね、瞑想ベテランの方も初心者の方も同じような瞑想の教授に登場したと。ですからもう20年やってきたんだよというふうな人とですね、その全くの初心者がですね、同じような感想とか同じような瞑想の境地にですね到達すると、そうするとですね、20年やってきたベテランの人はですね、本当でカチッとくるわけですね。私の20年間は一体何だったんでしょうねと。これまでの20年間よりももっとすごいところに行っちゃったよみたいな感じになるんですけども、とてもパワフルな現代人のための瞑想法がラデンスの瞑想法です。ベテランの方は3位上達し、初心者の方もベテランの方が達した同じ境地になります。で、富士登山で考えるとですね、ベテランの人はこれまでですね20年かけて5合目までやってきたと。ですからこのコーターラディアンスの瞑想法がスタートなんですね。ところが初心者の人はですね、この、浅間神社にいるわけですね。この浅間神社1合目ですけどですね、そこのところから登ってですね、この進歩が早いんですね。ダーッて初心者の人が追いついてくると。でベテランの人もですね、進歩が早いのでどんどん来るんですけど、途中で合流すると、2回目ぐらいで合流すると。で、3回目の時にはですね、一緒に頂上についてご来光に感動するとかっていう、そんなイメージで持ってですね、さあ、ベテランの人は3位上達して頂上までやってくることができると。で、初心者の人も3ヶ月間っていう非常に速い速度で、頂上までやってくると。だからこれまでの瞑想法の経歴に関係なく、この瞑想法を取るとですね、さらに高いところに行ってしまうんですよっていう風な感じになっています。ですからこれまでの様々な瞑想法をなさってきた方もですね、結構大きにいらしてるんですけども、プロのお坊さんの人もですね参加されたりとか、いう風な感じ の瞑想法になってきております。ですから初心者の人もプロのお坊さんもさらに高みに上がることができるんですよっていうのがこの瞑想法なんですね。でこれなんでこんなにすごくなっちゃうのかっていうと、先ほどこれまでもお伝えしてきたように、昔の瞑想法っていうのは手探り状態だったんですね。脳科学とか心理学とかですね、そういうものがですね、全然分かんなかった時代ですから。で今は、ちゃんと科学というふうなものがですね、盛んになりまして、量子力学とかっていうのは物理学のですね中でも量子力学とかっていうのが出歩してくると、意識の世界が科学で色になってしまうというような感じになるわけですね。でその中でまずこのこのオノマトペっていうのがあるんですけども、これはフランス語で犠牲語って言いましてですね、例えば瓶の蓋が硬くて開かないときにはですね、グーッとかって言いながらですね開けると力が強くなってですね瓶の蓋がですねポッと開いてしまうと。それから気合を入れたいときタッとかって言うとですねやる気が出るということが起きたりとか、あるいは身体測定の前屈のときにですね普通に曲げるだけじゃなくてですね、ふにゃーとかって言いながらですね、曲げるとですね、たくさん曲がるとかっていう、こういうふうな現象が起きまして、音と我々の心や体とはですね、密接な関係があるんですね。で、そこで、このチャクラ、各チャクラにですね、対応した音っていうのがありましてですね、その音を我々ティーチャーが発するとですね、この皆さんのこの、このチャクラですね、それにですね共鳴するわけなんですね。この共鳴現象っていうのはこの音叉、同じ周波数の音叉でしたらですね、共鳴箱にくっつけてですね向き合わせておくと、こっちは叩くとですね、こっちは叩いたように振動しやすというふうなものが あるわけなんですが、この私どものそのティーチャーからですね、こういった、部分に適合したですね音とか気のエネルギーをですね送ってきますと、生徒さんのこういったところに対するですねところと同じ、エネルギーですね、ですね共鳴してですね、このチャクラがしっかり開いてくれると。でチャクラっていうのはですねこんな感じで、なんかこのこんな感じでですね、この第1から第7まで、このところにあるんだなというふうに思いがちなんですけど、実はですね、こういうふうなものをこうエネルギーとして視覚化できる人からしてみると両側にあるんですよみたいな感じになってきて、全部つながっておりまして、それで、このチャクラからですね、この外界のエネルギーを取り入れて、で それによってですねオーラを作っていくと。で外界のエネルギーを取り入れるときに、この、ですね、音と色と意識と言葉のエネルギーというのを使っていくんですけども、この音のエネルギーというのは
この電磁波のですね、スペクトラムを見ていくと、10とか 100Hz ぐらいから、数十 kHz ぐらいまでの間、これの音のエネルギーなんですけども、ほんでずっ と、いろんなエネルギーとかっていうとですね、ここら辺のですね、これが、赤外光、これが紫外光、これが X 線とか、これがガンマ線とかです。これがあの、通信に使うですね、電波の領域とかって感じですけども、このところをこうやって開いてみると、この赤から、この、なんですかね、これは紫色みたいな感じになってくるんですね。で、それと同じように、このチャクラというふうなものとか、オーラとかっていうようなものをですね、この第一チャクラとかっていうのが尾低骨のあたりにあるんですけども、これはうーんっていう音と赤色に反応するんですよね。で、この下腹に第二チャクラがあるんですけども、これはうーっていう音とオレンジ色にですね、反応するんですね。で、第三チャクラは水落ちのあたりにありましてですね、おーっていう音と黄色に反応すると。で、第四チャクラは胸のところにあって、あーっていう音と緑色に反応すると。で、第五チャクラは喉のところにあって、えーっていう音と青色に反応すると。これで、第六チャクラは眉間のところにありましてですね、いーという音と藍色にですね、反応すると。で、第七チャクラは頭頂にあってですね、んーっていう音と紫色に反応すると。ですから、このところですね。音と、で、これもこういったスペクタルなので、いろんなエネルギーで。他のところは人間の感覚でですね、感じられないんで、人間の感覚で感じられるようなエネルギーをですね、使っていくと、しっかりと、開くことができると。で、このエネルギーというのは、この時計回り、それぞれのチャクラに入っていくんですね。で、時計回りにそれぞれのチャクラに入っていって、そのチャクラからエネルギーを受け取ったり出したりしつつ、自分の体の周りにオーラというエネルギーの層を作っているという感じです。これでこのチャクラを開くとどんなすごいことが起こるかというと、まず第一チャクラを開くとですね、体が健康になり意志が安定してぶれなくなる。で、第二チャクラを開きますと自分の気持ちに素直になり、感能と性的関係において性の豊かさを楽しめると。生で第三チャクラ、自分も他人も尊重し束縛される自発的になり、人間関係が良好になるとか、こういうふうなですね、この第一から第三チャクラですね、いいことが起こるんですね。ですから瞑想の状態、その他の運が良くなるとか、そのされたこと以上にですね、このチャクラというふうなものを開くと、この第四チャクラの場合には無条件の愛を与え、受け取ることが上手になり、人間関係が良好になるとかですね。第五チャクラ、自分の思いや感情を素直に表現でき、人の話を聞け、コミュニケーション能力が高まると。で、第六チャクラにおいてはですね、直感力が増した。今まで難しいと思っていた出来事は簡単にできるようになっているとかですね。なんかこの、意識の世界だと、苦労なしに物事がどんどん進んでいってしまうんですよとかっていうんですけど、それはこれなんですよね。で、第七チャクラは自分は愛で満たされていると感じ、より高い精神性を持ち、魅力的な人間で人が乗ったんですよと。こういうふうなすごい効果がですね、得られてしまうと。それから今度はオーラなわけなんですけども、第1層目のオーラ、これですね。そうするとこれをですね、ちゃんと活性化させるとですね、自分の体を感じる喜び、活力を得、セックス、いろいろと楽しめると。だから体が不調だったのが、これがもうすぐ解消になっちゃうんですね。で、第2層目はですね、喜怒哀楽の感情が豊かになって、自分が好きで心地よく生活がある。自分が好きっていうのは結構いいと思うんですね。それから第3層目はですね、理性と直感が一つに調和して輝き、面積さ、バランス、自分としてのふさわしさっていうのを感じてしまう。ほんで、第4層目のオーラ、これになってくるんですね。人生の、あ、間違えた。他人の人と安定して良好な人間関係。良好な人間関係が得られたら、それは楽しいですね。それから第5層目。人生の秩序を理解し、維持し、複雑な仕事でもうまくこなせます。だから目の前に複雑な仕事をやってくるとですね、ああ、パニックみたいな感じですね、なっちゃう場合で、それを淡々とこなせるようになってしまう。だから第6層目がこれでですね、霊的スピリチュアルな世界の感情とか、神聖な愛のレベルというふうなものを感じることができるようになってくると。ここら辺になってくるとですね、このかなり瞑想の醍醐味というのがですね、感じられてくるんですけども、この第7層目、自己のうちの神聖な理性、それから宇宙の神聖な理性というような感じでですね、一体になれるというふうな。ですからこのような、その瞑想のですね、効果と、それからそのチャクラとかオーラとかっていうのをですね、開き整える効果というふうなものをこのソニックメディテーションでですね、得られてしまうということで、かなりな
ハイレベルなですねことをこの3ヶ月までできてしまうんですね。ほとんど驚きなんですね。20年かけてできなかったことを3ヶ月でできちゃうんです。だからこれまでの瞑想法がそのですね、やってきた人というのはいかにその苦労してそのやってきたかと。でこのちゃんと科学心理学とか脳生理学とかあるいは物理学とかっていうのはですねしっかりと研究してですね自分その瞑想法瞑想の状態になるというのをですねちゃんとやってさらにこの、それを活用するとですねこんなにもそういうことができてしまうということなんですね。それで、この瞑想するときにですね非常に重要なんですけども瞑想と催眠というのは実は同じ変性意識状態という意識状態になる手法なんですね。変性意識状態という意識状態がありまして瞑想という技能を使って変性意識状態になる催眠という技能を使って変性意識状態になると結論は両方が変性意識状態になるというのは同じなわけなんですけどもですからこの催眠と瞑想はですねそういった手段が違うだけで、行き先は同じというふうに考えてみるとこの方がですね九州大学の名誉教授、医学博士の七瀬治中さんなんですけども、この人は自分のですね、生涯をかけてですね、催眠については研究を行ってきた。で、この催眠中のクライアントっていうのを瞑想中の生徒さんとかって自分という、瞑想中の自分とかっていうのにも置き換えられるわけなんですけども、で、ですけどもこの催眠で、今度を見ていきますと、従来、催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に機械的にしてもらうと考えられてきた。だから多くの人は、催眠にかかると自分の意識がどっかに飛んでいってしまってロボットのように人の言いなりになるというふうに思っている人が多いわけなんですけどもそれは誤りだと。実際には暗示課題を達成しようとする彼自身の主体的な努力が結果だと。ですから、催眠中のクライアントの人がですねあるいは瞑想をしようと思っている人がその自分から積極的に瞑想の状態催眠の状態に入るんだというふうに努力をするとうまくいっちゃうんですよということなんですね。ですから瞑想中にですね先ほども一生懸命深呼吸をしてですね座禅をしていただいたのと同じようにこれから皆さんと共に行いますこの、ソニックメディテーションのですねの方も積極的にですね皆さん自身から瞑想の状態に入ろうと思ってですね努力してですね私が今度の場合には私がじっと黙ってるんじゃなくてですね思いっきり喋りまくるんですけれどもその話の内容をですね、しっかりと聞いてイメージをしていただくと。そういうふうにしていくとですね、どんどん瞑想の状態になります。で、ただぼーっとしていますとですね、また寝ちゃいますので、しっかりとイメージをしていただくと。色のイメージをしていただいたりとか、音のイメージをしていただいたりとか、私が、そういう内容をですね、そのように自分自身をイメージしていくとかっていう感じですね。私の言葉というふうなものを聞きながら、しっかりとイメージをするというようなことをですね、やっていっていただきますと、上手に。瞑想の状態に入っていくことがあります。でこれもですね大体10分ぐらいの時間でですね終わりますので、先ほどのですね、ストック感というのと比べていってください。でストック感の場合にはひたすらですね深呼吸をして終わっちゃうんですけどもこの、ソニックメディテーションの場合には第7チャクラなので今回の場合に行ってそこで終わりになっちゃいますけれども第7チャクラまで行ったらですね自分自身の子供の頃を探るとかですね自分自身の前世を探るとかですねあるいは自分自身の内なる位置ガイドというふうなものにからメッセージをもらうとかですねそれから人のオーラの状態を見るとかチャクラの状態を見るとかあるいは人のチャクラやオーラの状態を整えるとかそれから病気を治すとかですねそれから意識を例えば妻に送って、妻からをですね自分に引き寄せるとかですねそうさまざまなワークというふうなものができちゃうんですね。ですから本当に多くの効果をですねこの瞑想によってですね、作り出すことができるというですねその自分の人生がものすごく開いて輝いていきますのでですねですからもう普通の瞑想法と全然次元が違う瞑想法がラディアンスのソニックメディテーションっていうのはですね思っていただきましてその中の、変性意識状態瞑想の意識状態に入る部分だけをこれから体験していただくという感じです。ですからもっと、悟りまでいっちゃいますんでラディアンスのソニックメディテーションで大体 2,3 年で悟りまでいきますんでですね20年経って
他の瞑想法を20年やってですね、ラジオの瞑想法を3ヶ月でびっくりしただけじゃなくてですね、3年やると悟りまで行っちゃうということで、もう本当に我ながらすごいなというふうに思ってるんですけど、そんなすごい瞑想法なんでですね、しっかりとですね、セミナーを受けていただきますととても嬉しいんですけども、まずその触りをですね、これからやりますのでよろしくお願いします。それでは、目をつぶって大きく深呼吸を1回してください。手の位置とか足の位置とか、背骨とか足の様子は先ほどと同じで構わないです。あとは、私が言うようにイメージ、そして深呼吸をしていってください。さあ、意識を第一チャクラ、尾低骨のあたりに向けてください。そして、何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、そして尾低骨のあたりが温かな赤色に満たされている様子を想像しましょう。尾低骨のあたりが温かな赤色です。そして母なる大地のエネルギー、母なる大地のエネルギーと皆さんの大地チャクラがしっかりとつながり、大きな安定感を得ている様子をイメージしていると、とってもいい気分です。さあ、今度は意識を第二チャクラ、下腹に受け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして下腹が暖かなオレンジ色、下腹が暖かなオレンジ色の光で満たされているところを想像しましょう。想像力を100万倍働かせて、自分自身が生きる希望を持っている様子を描いてみましょう。人生を情熱的に生きている様子を描いてみましょう。そうしているととってもいい気分です。さまざまな思いが湧いてきたら、目の前にとうとうと流れる宇宙の流れの中に投げ込んでしまいましょう。頭の中で雑念は展開せず、次から次へと流します。そして私が言うようにイメージをしていってください。さあ、今度は意識を第三チャクラ、みぞおちに向けて、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、おみぞおちがきれいな黄色に輝いている様子を想像しましょう。おー、皆さんの工事の存在、内なる H の導きによって大きな自信が湧き上がっている、そんな様子をイメージしてみましょう。自分自身に大きな自信が湧き上がってきます。そうしているととってもいい気分です。おー、最初の第四チャクラ、胸に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、あー、そして胸がきれいな緑色、
胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像しましょう。あー、自分自身を愛している様子を思えてください。他者を愛している様子を思えてみましょう。そして他者からも愛され、自分から無条件のエネルギーを発し、無条件のエネルギーを受け取っている様子を思い描いてみましょう。そうしているととってもいい気分です。あー、意識を第五チャクラ、喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして喉が美しい青色、喉が美しいブルーに輝いている様子を想像しましょう。自分の思いを自由に人に話している様子を思い描いてみてください。気兼ねなしに自分の思いを自由に人に話している様子。それだけでなく、今度は人の話も心よく聞けている、そんな自分自身を思い描いてみてください。そして素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、とってもいい気分です。さまざまな雑念が浮かんできた、その雑念に振り回されることなく、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れの中に投げ込んでしまいましょう。私の言葉をしっかりとイメージしていってください。さあ今度は意識を第六チャクラ、頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして頭の中心が美しい藍色、頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像しましょう。自分自身が真実を見通している様子、さらに直感力に溢れてアイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしている、とってもいい気分です。意識がどこかに飛んできそうになったら、大きく深呼吸をしてください。あるいは体の筋肉にちょっとだけ力を入れたりすると意識が戻ってきます。さあ今度は意識を第七チャクラ、頭頂に向け、何度深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして頭頂が美しい紫色、頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像しましょう。自分自身が工事の世界とつながっていく様子を見てみましょう。意識がどん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 高みに引き上げられていきます。自分自身の意識が肉体から離れ、宇宙の中心にどんどん向かっていってる様子を見てください。そうしていくと眼下に自分の姿がイメージでき、さらに進んでいくと
その自分の姿が地球の美しい姿となり、地球の美しい姿が太陽系の美しい姿、銀河系、そして宇宙の美しい姿に変わっていく様子を思い描いている、ふわっと自分を包み込んでくれる、そんな素晴らしい場所に行きます。そうです、ここは大いなる愛の存在の懐、すべてを理解し、すべてを知り、すべては一つだというワンネスの世界を感じ取ってみましょう。宇宙の中心、大いなる愛の存在の懐、ここに来て身も心もしっかりと癒していきましょう。とってもいい気分です。大いなる存在の無条件の愛を感じ取って、宇宙の中心からスーッと戻っていきましょう。宇宙全体を見通し、銀河系宇宙を見通し、太陽系宇宙、そして地球、そしてスーッと自分の中に戻りましょう。さあ、そうしているととってもいい気分です。さあ、瞑想の世界を楽しんだら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。激しい運動した後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めていきましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。そして第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが沈まります。おー。第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。うー。第1チャクラ、尾てい骨のあたりのエネルギーが沈まります。うーん。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、軽く伸びをしてゆっくりと目を上げてください。さあ、どうだったでしょうか。先ほどの速感とですね、今回のソニックメディテーションを比べてみてどうだったか教えてください。どうですか。イメージなんですけど、イメージしやすかった、しやすかったですね。色言う前にこうなっただけなんです。ありがとうございます。どうでしたか。今のは体が寒くなりました。あとは確か雑音とかちゃんと直しました。最初のうちの、その、ただ、あの、人を使ってるときにいろんなパターンを書いてたと思うんですけど、はい、今回の場合には、結構イメージをしてくださいとかっていう、そのイメージができたわけです、はいはい。で、そういう感じでですね、あの、瞑想の状態に非常に入りやすかったと思うんですけどね。はい、だから、例えば、今、このかかった時間がですね、13分なんですけども、さっきはあの8分。で、あのまま5分間何かやってたら、おそらく寝ちゃったんじゃないかと思います。
そういうふうにならずに、いろいろあのイメージができちゃうというのがちょっとそうです。それからどうですか、宇宙の中心の大いなる存在のところは。いけませんでした。いけなかった。すごい寒かったなと思ったんですけど、ね。あれはあの想像力ですか。普段から想像するとですね、どんどんあのそういったところですね、勉強とできるので、楽しみにしてください。はい、おめでとうございます。どうでしょう。そうですね、なんか頭がポイントしました。なんか寝てるのか起きてるのかっていう感じ。そうですね、そういう状態になってますよね。はい、でその時にその、寝ないようにですね、頑張りつつ、私が喋っている内容をですね、ずっとイメージしていただきますと、ものすごく深い瞑想の状態にですね、入っていくことができるんですね。うん、一番最初の一つ二つっていうのを聞いて、どんな気分はすごく良かったですし、雑念もあんまり覚えてこなかったです。ありがとうございます。どうですか、まあ、僕もそうですね、寝てるのかなのかわかんない。あとは、前のと比べてどうですか？前のと比べてどうですか？例えば、一つ一つの、チャクラの数をですね、イメージするときに、んとか、あとかっていうことで、はい、そういうので、いろいろ、頭の中でですね、想像、雑念とかは違うような、なんか、想像がですね、出てきたり。雑念はなかったですか？そういう感じでですね、この普通の瞑想法にもはるかに集中力がですね、増してきて、それで雑念のうちに深い瞑想状態になるとかっていうのがそういう特徴なんですよね。というような感じでですね、なっておりますのでですね、はい。また、先ほども最初にですね、メンバーサイトというところに行くとですね、もう一度これを聞くことができます。楽しみにしていてください。これで今度はですね、意識の仕組みなんですけれども、催眠の話題に入ってくるわけなんですが、私たちの表面意識というのと潜在意識というのがありましてですね、この隔てるのが統合膜という膜なんですけども、この統合膜という膜はですね、この私たちの性格のデータというのが変化しないように守っている。で、性格のデータの核の部分は胎児から3歳の時までですね、出来上がるんですよね。でそれをもとにして13歳頃までの間にですね、これが固まると。ほんで、その13歳ぐらいの間にできたこの性格をですね、変わらないようにしっかりと守っているのがこの統合膜と。ですから、私たちの、昔の人がですね、三つ子の魂100までとかっていうふうに言ったりとか、性格ってなかなか変わらないんだよねとかいうふうなのはですね、この統合膜の機能がとっても堅固なんでですね、この中身を変化させることができると。で、その時に、この、表面意識が1で潜在意識が9というふうに言われているんですけども、1対9で綱引きをしたらどっちが勝つかというと圧倒的にこっちの方が強いわけですね。ですからこのところで自分の性格をこう変えたい、自分はこうになりたいと思ってもそれがうまくなったのはこっちの力がとても強力だったんですよ。でそこでですね、催眠や瞑想の状態にこうなってみたらどうなんだろうと。瞑想や催眠時の意識状態の変性意識状態になると、この表面意識と潜在意識を隔てる統合膜の力をですね、一時的に読めることができるんですね。で、そうすると潜在意識の中にどんなデータが入っているんだろうかというのをですね、探っていくことができると。で、探っていった時に、あ、こんなマイナスがあるんだというふうに思ったら、そのままですね、手を組まないで見ていいんじゃなくて、そこにですね、このプラスのデータというのを入れてあげることができるんですね。で、そうするとこのプラスとマイナスを打ち消し合ってですね、自分のマイナスのデータというふうなものをですね、いい方向に変化させることができる。ですから性格改善ができるというのがですね、これなんですよね。これでこのマイナスのイメージっていうのはどんなふうにしてきてしまうのかというと、例えばこれが自分自身だとしてですね、で結婚して子供を作ったというふうにしたときにですね、この子の、がですね、しっかりと IQ が高くなったり EQ が高くなったり運動神経が良くなったりするように頑張ろうというですね、してあげたいんですけども、ところがこの子に意識的に接する時間と無意識的に接する時間とどっちが長いかって、無意識的に接する時間の圧倒的に長いと。そうすると気がついてみると、自分のいいところをコピーしてくれてればいいんですけど、悪いところをコピーしたですね、自分の子供ができてしまったと、あららどうしましょうってことになるわけなんですけども、その自分自身がこの子をですね、いい子に育てられなかったのはこの自分の、せいなんですけども、実はですね、自分が悪いわけではなかったんですね。なぜかというと、自分も子供の頃があってですね、そのまた親にこの、ね、同じように育てられて、
じゃあこの親がせいなのかというと、親のせいなのかというと、この親も子供の頃なんてそのまた親がいたと。じゃあこの親が悪いのかというと、この親も子供の頃なんてそのまた親がいたということは、誰も悪いわけじゃないわけですね。ところがこれまでの、我々っていうのは、このような、事態が起きていたとしてもですね、手をこまねいて待つしかなかった、待ってるしかなかった。ところがこの自分としてはですね、催眠や瞑想というふうな方法を用いれば自分の性格を改善することができるんですね。でそうすると自分の性格を改善することによってこの子をですね、いい子にできると。そうすると自分も幸せになってこの子も幸せになると。でその時にこの自分の親はですね、子供の幸せを見てるのが親の幸せなんで、この親も幸せにすることができると。そうするということは、自分が幸せになっちゃうっていうのは抜けがけで自分だけが良くなるっていうんじゃなくて、自分も良くなるし、自分の子供も親も良くなるし、さらに孫も良くなっていくと。これで、先ほどもお伝えしたようにですね、愛の感情の反対は恐れなんですね。そうするとこの子を愛情不足に育ててしまうと、これまでの方法と同じような子育て方法で愛情不足に育ててしまうと、いろんなものに恐れると。そうするとお友達のことを恐れて、お友達にいじめられちゃうかもしれないから自分からいじめてしまうとかですね、それがですね、どんどん講じていくと、民族間の争いとか国家間の争いとかですね、そんな感じで戦争というのになっていくわけなんですけども、その戦争というふうなものというのはこの愛情不足から起こるですね、恐れから発生しているわけですね。ですから世の中の幸せとかいうのをですね、ちゃんと自分の幸せをですね、しっかりと確保してあげれば世の中が良くなっていくということになります。これからまた、この親と子供がいた時にですね、子供の体っていうのは衣食住が整うと成長すると。そこでですね、それからまたこの体の子供の体の成長っていうのはものすごく早いんで、子供のうちにこの衣食住が足りることかっていうのは分かるわけですね。でそうすると親としたらですね、いい子に育てたいというふうに思うんでですね、こっちの方をですね、一生懸命だと。でこの衣食住をきちんと揃えるためにはどうすればいいかというと、働けばよいというので、子供ができると一生懸命働くということになっちゃうんですね。でお父さんとお母さん2人して働いちゃうんだよみたいな感じになるんですけども、ところが子供の心っていうのはですね、愛情で育つと。これで心の成長っていうのは遅いんでですね、大人にならないと愛情の過不足がわからないと。ですから子供の時代にですね、両親が共働きをしましてですね、で子供は保育園に預けておけばいいやと、小学校の場合にはですね、ゲームを与えておけばいいやとかって感じですね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに預けてくればいいやとかって思ってですね、それで一生懸命働いてしまって、その自分の子供のことを気がついてみると、あれ、うちの子就職ちゃんとできないと、結婚もちゃんとできないと、ああ、とかっていう感じでですね、この時に後悔してしまうわけなんですけども、そんなもんでですね、この、体というふうなものも重要ですけども、心の方にもですね、意識がいかないといけないと。これで、この私たちのですね、基本的欲求というのは先ほども少し出てきましたけども、食欲、性欲、連帯欲、それから睡眠欲とかっていうのがあるんですよ。で性格は睡眠欲はあまり関係ないんでですね、それを除きますと、この食欲というふうなものを満たすというのは私たちの健康の維持のためになると。でそのためにはですね、やりがいを感じる仕事というのをしたいんですけども、なかなか今ですね、いい仕事がないと。だから性欲というのはですね、食欲維持のためになるわけなんですけども、そのために恋愛をして結婚をして子育てをしていくということをするんですが、なかなかですね、恋愛もうまくいかなかったりとか、結婚もですね、3組と含みは離婚とかっていう感じですから、でそうするとそういった、愛情のない親に育てられた子供はですね、ちゃんとした子供になかなかなれないというので、我々は良い子孫を残すという性欲を満たすということができない。それから連帯欲っていうのは、お友達が、他のお友達をいじめてたら自分をいじめちゃうかしら、お友達がリカちゃん人形を持ってたら私も欲しいとか、お友達が超合金のおもちゃを持ってたら自分も欲しいとか、人と同じになりたいとかっていうのが連帯欲なわけなんですが、それは心の健康の維持のためにあるんですけども、そのためには充実した人間関係を得たいんですけども、これはまた難しいですね。でこれらが、私たちのですね、望みというのは悩み、皆さん自身のですね、悩みというのをちょっと思い出していただきたいんですけども、この仕事とか健康とか恋愛とか結婚とか子育ては人間関係は大体どれかに当たってるわけですね。ということはこれらが十分に満たせないのはですね、幼児期の両親からの愛情が足んなかったと。結局この話を聞いてですね、そうか、自分は子供の頃の愛情が足んなかったんだっていうような感じでですね、じゃあお父さんお母さんとか行ってもらってこようっていうわけにはいかないわけですよね、今になって。でそこで催眠と瞑想をすることによって大きなプラスを入れてあげれば、このところでですね、愛情を満たしてあげることができると。で先ほども出てきましたけども、
自分は大丈夫なんだろうかというふうなのですね、考えているときに、普通の人はですね、ノートないとはちゃんと育ててもらったみたいな、で昨日も、催眠療法を受けたいんですけどっていうふうな方から、ね、連絡が来たんですけども、私はお父さんやお母さんにちゃんと育ててもらったんで何の問題がないんですけど、今変身の恐怖症とかそういうので悩んでるんですよねって感じですね、聞いてみたところ、子供の頃お父さんやお母さんはちゃんと一緒にいてくれたんですかというと、実は共稼ぎで全然お父さんやお母さんとは会ってなかったんですよっていう感じになるわけなんですよね。ですからこの育児放棄とか家庭内暴力があったら、ああ自分は愛情不足なんだなっていうのを感じるんですけども、ところがですね、本当に敏感なんですね、愛情不足は我々は。でお母さんがいつも、子供の頃にですね、一緒にいてくれてうまくいった時にお母さんにたくさん褒めてもらうと自信がつくと。だからこの人間の本能っていうのは太古の昔と同じなわけなんですね。ですから今みたいにですね、どっかに預けられてしまうと愛情というふうなものを感じないんですね。昔はいつもお母さんのそばにいて、お母さんはいつも抱っこしてくれた。自分がちゃんと歩けるようになってですね、一人立ちができるようになるまでいつもお母さんが抱っこしてくれたと。でうまくいった時にですね、お母さんにたくさん褒めてもらったと。ところが現代はそういうわけにいかないわけですね。それから反対にうまくいかなかった時に、お母さんの胸に2回でキュッと抱きしめて慰めてもらえると安心すると。ところがそのお母さんも今いなかったりです。幼稚園の保育園のですね、保母さんはですね、泣いてもですね、抱っこしてくれないんですよね。うちの近くにですね、保育園がたくさんあるんですけども、でお散歩の時間とかっていうのがありましてですね、保育園で。で、その散歩の様子を見ていると、僕の前にですね、乗せられた赤ちゃんをですね、保母さんが押してるんですけども、ボグロンの赤ちゃんがですね、あるいはボグロンはエピーか、その赤ちゃんがですね、思いっきり泣きわめるともですね、絶対に抱き上げないですね。ボグロンをその前後させてですね、なんか慰めてるだけですね。だから一人抱き上げるとみんな抱っこしてほしくなっちゃうんで、抱っこしないというのがなんかその方針みたいなんですけども、ですからその抱きしめてもらえない、もう愛情というものをですね、ほとんど感じられないずに育ってしまうんですけども、ところが自分たちが大人になってみるとちゃんと保育園に行かせてもらったしなんていうんで、愛情不足じゃないっていうんですけども、ものすごい愛情不足なわけですよね。で愛の反対を恐れるので、そこで愛情不足と周りを恐れ、自分の中に閉じこもってしまったり、相手の気持ちが分からず相手を過剰に攻撃してしまったりなんかするんで、その後の問題が起こるという感じなんですね。ですからこれらを癒すためにこの催眠療法っていうのは、自己を癒し、能力開発、性格改善、なりたい自分なりに幸せな人生を送れるんだみたいな感じになるんですけども、でこの脳の働きなんですけども、この私たちの脳の中にですね、この人間脳の部分と動物脳の部分があると。で、うさぎ、猫、猿、人間という感じですね。最初は黒いのが多いんですけど、だんだん白くなってくると。この白い部分が人間脳で、新しい脳の毛っていうんですけども、ここはですね、精神の座。で古い脳の毛は本能の座とかって感じですね、なるんですけども、この働きが催眠中にどうなってるか、瞑想中も同じなんですけども、久留米大学の先生と九州大学の先生がですね、研究したと。これで、この脳の手術というのはですね、最近はですね、患者さんと話をしながら脳の手術をするんですよね。なぜかっていうと、この脳みそっていうのはですね、実は痛点がないんですよね。だから全身麻酔をかけずにですね、かけなくても痛くない。だから痛点があると、ここをつぬると痛いのが痛点がある。脳にはですね、痛点がないんでですね、電極を刺しても痛くないと。で反対に、話をしながらじゃないと、脳の部位っていうのは非常に敏感でですね、なんかその手術が終わってですね、縫い合わせた時にですね、手が動かないとか喋れないとかっていうことが結構昔起きてたんですけども、そういったことがないように今話しながら行うんですけども、話しながら手術をするってことは催眠もかけられるってことで、催眠をですね、かけてしまって脳に電極を刺して催眠をかけてですね、脳波や血流を測定したのがこの方々ということですね。でそうやってやってみると、そのこんな波形が得られたんですけども、この電極、こっちが1番でこっちが12番と。ですから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、新しい脳の毛の方が数が多くて、古い脳の毛の方が数が少ないというので見てみますと、この催眠の前に血流がこのように流れているように、ボリューム調整をしておきます。催眠をかけるとですね、新しい脳の毛のこういった波形が小さくなると。だから新しい脳の毛の血流が少なくなると。で古い脳の毛の場合にはこの幅が広くなってですね、血流が増えると
というふうなことがですね、分かったと。新しい脳向けの血流というのは催眠のかけるとは減って、古い脳の波形の方が増えると。それからまた脳波、ピカピカピカっていう断続的な光刺激を与えるとですね、脳がこんな感じに反応するんですけども、催眠をかけると新しい脳の系の方は反応しなくなると。古い脳の系はしっかりと働いていると。で、なんか私たちは催眠をかけたり瞑想の状態になるときに深ければ深いほどいいとかっていうふうな形で思いがちなんですけども、深いとですね、ちょっと油断するとですね、みんな平らになっちゃう、ということは寝ちゃうということになっちゃうんですね。ですからあまり深いところまで催眠とか瞑想で行こうというふうにせずにですね、その催眠や瞑想の効果が発揮できるなるべく浅いところでやった方が、うまくいきますよという感じになるんですね。それでですね、催眠時の脳の働きと、これまとめてみますと、通常の意識状態で新しい脳の系の働きが活発であると、そうすると理知的批判的に自分の世界を受け取ってしまうと、表面意識と潜在意識が隔てる統合の機能も活発になると、ということは自分のですね、性格とかっていうのは変えることがその意識状態ではできないと。ところが催眠の意識状態になってくると、新しい脳の経の働きが抑えられ、古い脳の経の働きが活発になると。そうすると感情的、本能的、直感的に感じるようになってくると。で、統合の機能は意識的に低下し、催眠や瞑想により潜在意識の内容を探り、それを変化させることができるんですよと。だから性格改善ができるんですよっていうのはこれなんですね。なのでですね、こんな感じで催眠や瞑想や催眠時の意識状態の変性状態というようになると、先ほど皆さんになってたわけなんですけども、で、その状態になるとこの表面意識と潜在意識が出ている動画の力を読めることができると。そうすると自分のその性格がどうなんだかっていうふうなもののデータを探ることができると。そういうデータだけじゃなく、ここに大きなプラスを入れることができるんで、この潜在意識内の情報を探り変化させることができると。ですからなりたい自分になることができるんですね。で、この時も同じようにですね、先ほども出てきましたけれども、こういうふうな、従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に快適にしたものと考えられるんですが、それはやばいと。ですから、インターネットでですね、催眠とか催眠術とかっていうキーワードで、検索してみると、なんか催眠をかけて、なんか嫌がる女性をいなりにしてしまうんだとかっていう、そういうふうな宣伝をするところがあったりとかですね、ありますけれども、それできないですよ、実際にですね。実際に暗示課題を達成しようとする彼自身の主体的な努力の結果であるということになりまして、そうするとどういうことが言えるかというと、これまで自分は催眠にかかるんだろうか、かかんないんだろうかというのを心配する人がいたわけなんですけれども、催眠というのはかかるのが自然な姿ということなんていうことですね。これで催眠にかからない人というのは、日本語通じない人がかからない。催眠中に寝ちゃう人もかからないですよ。で、集中力の極度の低い人もかからないんですけども、どのくらい低いかというと、義務教育を数学級で修了されなかった方の中には、もしかしたら催眠にかからない人がいるかもしれませんねということでですね、ほとんどの方は催眠にかかると。ですから催眠にかかるかかからないかというのはですね、心配しなくてもいいんですよということなんです。ということで、今度はですね、催眠でですね、自分自身が催眠の状態にちゃんとなってんだろうかどうだろうとかっていうのをですね、感じていただくと取りたいと思うんですけども、大丈夫ですか。自分が催眠の状態になっているかどうかっていうのの確認なんですけど、ですから誰でも催眠の状態になりますよっていうのをですね、認識したいと思うんですけど、その今、くぼれましたですね、紙の、上半分にですね、普通の意識状態でお母さんについて感じたことをですね、紙に書いていた。ほんで、この下半分にですね、今度は催眠状態で、感じたことを書いていただくと。そうすると、書いている内容は同じかもしれないんですけども、その お母さんについてのですね、イメージが普通の意識状態と催眠の状態でちょっと違ってくると。で、その状態、そのちょっとの違いというのをですね、感じていると、自分自身もちゃんと催眠の状態に入っていたんだなというのがですね、分かるんですよね。それで、この時にですね、お母さんのことは大嫌いでしょうがないというふうな人の場合には書けないんです。そのお母さんについて書いてくださいというと、もうムカムカしてきて書けないのよとかって感じになってですね、このワークができないんですけど、お母さんのことを思い出すとムカムカしてくるっていう人はいます。大丈夫ですか。じゃあですね、これからですね、そのまずこの3分間かけまして、普通の意識状態でお母さんについてですね、書いていただきまして、それと同じように今度は催眠の入り方っていうのをお伝えしますんで、後で。で、催眠の状態になってお母さんについてですね、3分間書いていただくっていうのをですね、します。はい。
その何かこういったことじゃないといけないとか、催眠の状態になったからとか特別な感覚でお母さんのことが浮かんでくるとかっていうことはないです。普通の意識状態でお母さんについてっていうのを思った時と同じようなことが催眠の時でも浮かんできますんでですね、何か特別なことを書けるんじゃないかって思わずにですね、普通に普通に両方とも書いてください。それではこちらの方で3分間10分、それからあと後で提出してくださいとかっていうのは言いませんのでですね、気兼ねなく書いていってください。はい、それでは、3分間計ってます。お母さんについて書いてください。はい、お願いします。はい、3分間経ちました。今度はですね、催眠の状態で書いていただくんですけども、催眠の状態に入り方っていうのは体の筋肉を抜いていってですね、力を抜けてとっても息分ですって登っていくと催眠の状態に入っていきます。これ具体的にはどうやってやるかというと、まずですね、今やらなくてもいいですけども、この両手の親指を真ん中にっていう感じで、でこの両手の親指っていうのは自分自身を暗示してまして、それを腕の中に入れるんで自分で自分を守ってる、安心して催眠の状態に入ってきますよってことで、でこれをももの上に乗せていただきましてですね、で両手の指を中にギュッと握ってしまうと、で目をギュッとつぶり歯を食いしばると、お腹いっぱいに息を吸い込んでっていうのを吸い込んでいただきまして、一旦止める、で全身にグッと力を入れていますんで、つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉にですね全部力を入れて、で数を3つ数えたら息を吐きますって言いますんで、私が1つ2つ3つって言ったらですね、口からはーっと入れて、で今度は4つ数えたら5つ数えたらってやってくるんですけども、その時に体全体の筋肉にグッと力を入れていった時にですね、ちょっとだけ力を入れるんじゃなくて顔が真っ赤になるくらいギュッと力を入れていただきましてですね、口からハーって息を吐いていただきますと、緊張と弛緩の状態がですね十分に分かると、
でこのしっかりと弛緩させていくっていうことがですね重要になってきますので、そのギュッと力を入れてダラーッと弛緩をしていくということになります。でそしてその後はですね、つま先から力を抜けた、かかとから力を抜けた、足首から力を抜けた、ふくらはぎから力を抜けたっていう感じですね、頭のてっぺんまで力を抜けた、そしてとってもいい気分ですとかって私が言ってきますんで、この催眠というのは自ら積極的にイメージするということが重要なんでですね、力の上でとってもいい気分っていうのを思い描きながらですねやってます。で雑念が浮かんできたら同様にですね流すというふうなことで進んでいきます。そして頭のてっぺんまで、行きましたら今度は草原に佇んでいるところをイメージすると。ほんでこれからですね、なんか文字系の桜のシーズンになりますけど、途中でですね桜を眺めているようなそのところでもいいですし、それからゴルフ場の芝生のようなところでもいいですし、子供の頃に遊んだ野原とかというふうに言うんですけども、草原に佇んでいるところをイメージしていただきまして、でそれでですね、辺りを見渡してみると、ドラえもんのどこでもドアがあると。でそのどこでもドアなんで、どこでも行けちゃうんですけど、この今回の行く場所はどこかというと、心の奥底に行くわけですね。でそこを扉を開けると階段があってですね、心の奥底に階段があって、それを階段を降りていくわけなんですけども、でその時に階段、心の底っていうふうな感じだと、なんかその暗くて怖いところに行くというのをイメージしてしまう人がいるんですけど、そうじゃなくてとっても楽しい世界に入っていくと。ほんでレッドカーペットかなんかもしかして引いたというかですね、そんな感じでですね、とっても素敵な階段を描いてそこを降りていくんですけど、階段を一段降りるごとに催眠が10倍ずつ深くなっていく様子を思い描いていくと。ですからどんどん降りていくよ、降りていくほど深くなっていくと。一番下に着いたらまた扉を開けるとそこに素敵な部屋があってですね、その部屋の中でお母さんのことを思い描いて髪を描くということをやっていきます。で催眠中なんで、そのなんかお母さんが語ってくれるんじゃないかと期待する人もいるんですけど、普通の死状態で今髪に描いたのと同じような感じで自分の思いがいろいろ浮かんできますので、その思いをですねどんどん髪に描くと。で髪に描くときに、この目をつぶって髪に描くとですね、どこに描いてるのか分かんないんでですね、目を開けてインスピレーションを書くということをします。で目を開けっぱなしにするとですね、催眠が浅くなっちゃいますので、筆が止まったら書くのをやめて目をつぶり呼吸のみ意識を向けて深呼吸を参加する。でこれがですねとても重要なんですね。筆が止まったら書くのをやめて目をつぶり呼吸のみ意識を向けて深呼吸を参加しましょう。で深呼吸が3回終わったら再び課題を思い浮かべてインスピレーションを書くんです。でまた筆が止まったら書くのをやめて目をつぶり呼吸のみ意識を向ける深呼吸を参加してくださいねと。で課題を思い浮かべるインスピレーションを書きましょうと。で多くの人はこの時もですねお母さんのことを思い描いちゃうんですね。そうするとやっぱ催眠が浅くなっちゃいますんで、しっかりとこの時には呼吸のみ意識を向けると。でこれを繰り返していくんですよって感じでやっていきます。はい、それではですね、やっていきましょう。催眠の状態でですねお母さんです。あ、それであと催眠から解くのを快催眠っていうんですけども、これ階段を上がっていってですね、で、とてもいい気分だと思いながらですね、やっていくと解けます。催眠の瞑想もそうですけども、自分から積極的に催眠や瞑想の状態になろうと思って深呼吸をしていくと催眠や瞑想の状態になってですね、それで今度は催眠や瞑想を覚ますときには催眠や瞑想から覚めるんだって思ってですね、深呼吸をやっていきますと覚めていきますのでですね、自分の意識で深く催眠の状態に入れたり催眠から覚めることができるようになってきます。全部自分の意識次第になりますのでですね、そのようにお願いします。それではいきましょう。目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。両手の指を中にギュッと握りして、目ギュッとつぶり歯を食いしばる。お腹いっぱい倍に息を吸い込んで一旦止める。全身にグワッと力を入れて、数を3つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ、口からハーッと吐いてください。もう一度両手の上の方にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。全身にグッと力を入れて、数を4つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ、さらにもう一度両手の指の中にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める。
全身にグラッと力を入れて、数を5つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、つま先に意識を向けてください。つま先から力が抜けた、かかとから力が抜けた、足首から力が抜けた、ふくらはぎから力が抜けた、膝から力が抜けた、ももから力が抜けた、お尻から力が抜けた、お腹から力が抜けた。両足から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両足がダーッと違うところにイメージしましょう。呼吸ともに、さあ両足から力が抜けていきます。大きく深呼吸を一回してください。とってもいい気持ちです。お腹から力が抜けた、腰から力が抜けた、胸から力が抜けた、背中から力が抜けた、肩から力が抜けた、肘から力が抜けた、手首から力が抜けた、手のひらから力が抜けた、指先から力が抜けた、両手から力が抜けて、とっていい気持ちです。両手がダイレッとしたところをイメージしましょう。呼吸ともに、さあ両手から力が抜けていきます。大きく深呼吸を一回してください。とってもいい気持ちです。肩から力が抜けた、首から力が抜けた、顎から力が抜けた、歯から力が抜けた、唇から力が抜けた、鼻から力が抜けた、頬から力が抜けた、耳から力が抜けた、目から力が抜けた、まぶたから力が抜けた、眉から力が抜けた、眉間から力が抜けた、額から力が抜けた、頭のてっぺんから力が抜けた、全身から力が抜けて、とってもいい気持ちです。体全体がダーッとした通りイメージしましょう。呼吸ともに、さらに体全体から力を抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。深呼吸が3回終わったら、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空の色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんできます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。どこからともなくとっても心地よい風が吹いてきました。その風に髪がなびいています。
その風に前の草木がたなびいています。その風に吹かれているととってもいい気分です。想像力を100万倍働かせてとっても心地の良いそんな自分自身を描いてみてください。そしてあたりをぐるっと目指してみましょう。すると不思議なことに地面に扉があります。ドラえもんの堂々ドアのような扉が地面にあると思い描いてください。そしてその扉を開けましょう。するとそこには心の底に続くとっても素敵な階段があります。そうです、その階段は今回の催眠のために作られたあなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。10倍、100倍、1000倍、10000倍、100000倍、100000倍、どんどん深くなっていきます。どん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 階段を降りていって一番下に着く方にはとっても深い催眠状態に入っています。どん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 降りていきましょう。そして一番下に着いたら目の前にもう一つの扉をイメージしてください。そしてその扉を開けます。するとそこにはとっても素敵な部屋があります。そうです、その部屋も今回催眠のために作られたあなただけの特別な部屋です。部屋に入ってみましょう。今やってみるとそこにはとっても座り心地の良さそうな椅子と引き足のついたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう。イメージするとそのように変わっていきます。あっという間にあなた好みの部屋が出来上がりました。さあ私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくる様々な音、風の流れ、光の変化、今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージックだと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いてるととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けてるととっても深い催眠状態にやっていきます。いつでもどこでも私の言葉を学ぶととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあこれで深い催眠の状態に入りました。この早い催眠の状態においてお母さんについて思い描き思い浮かんだことを紙に書いてください。そして筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回します。呼吸にのみ意識を向けてしっかりと深呼吸を3回したら再びお母さんのことを思い描いて紙に書く。これを繰り返してください。こちらの方で3分間時間を計っています。はい、お願いします。お母さんのことを思い浮かべてみましょう。そしてどんなお母さんを思い浮かんだか紙に書いてください。
3分間経ちました。今書いていることを書き終えたら大きく深呼吸を1回してください。そして意識を解除に出た部屋の中の椅子に座っている自分自身に戻しましょう。そして椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上っていってください。階段を下に上るごとに下見からどんどん下げていきます。どん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 階段上に一番上に着いたら扉を開けて草原に佇んでいる様子を前に描いてください。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空色がとっても青くて白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくてそこにいるととってもいい気分です。これから数を1から10まで数えると意識爽やかに戻ります。1つ2つ3つ手と足に力戻ってきました。4つ5つ6つ体全体に力戻ってきました。7つ8つ9つ意識がはっきりしてとってもいい気分です。とーで爽やかに意識が戻ります。とーって出しの指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグワッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。というわけなんですけどですね、このどんなふうになるかっていうと、この普通の視聴体でお母さんのことを思い浮かぶとですね、お母さんに対しての既成概念が浮かんでくる。それでその催眠の状態になっているとどんな感じなのかというと、お母さんについてですね、イメージがこっちの時よりもこっちの時もイメージは出てくると思うんですけども、さらに鮮明なですねイメージが湧いてくるというふうなことになるわけですね。ですから、これをですね、日常生活に使うとどういうことが起こるかというと、普通の集中状態で我々は仕事のこととかですね、それからプライベートのこととかですね、いろいろ考えて、まあ普通の集中状態でやるしかないわけですけど、これからその催眠とか瞑想の状態というふうなものを体験するとですね、その催眠は瞑想の状態になって何か仕事のこととかプライベートのこととかがあると干渉できると、例えば仕事での商談とか、あるいはそのいろんな商品を作るとしたら商品が実際に使われているような場面を思い浮かぶと、そうするとそれがですね鮮明に出てくるんですよと、催眠瞑想の状態になると。そこで何をしたら他者と差別化ができるかと、あるいは何をしたら実際に例えば人と話しているところ、恋人と話しているところ、奥さんと話しているところ、こんなふうに今2人の仲が悪くなっちゃったんだけども、こんなことをしたら奥さんが喜ぶだろうか、パートナーが喜ぶだろうかっていうのはですね、その実にですね鮮明に思えることができるわけですね。でそうするとあこうやればいいっていうような感じでですねアイデアが浮かんでくると。でそれをやってみると、うまくいきやすいですし、またうまくいかなかったらまたこの瞑想や催眠の状態に持ってですねお願いを見てこんなふうにやってみたらどうだろうとかっていうのがですね非常にアイデアが出やすくなってくるんですね。そうすると、他社より一歩先出たですね商品開発とかっていうのができるようになっていくという感じになります。ですからこっちの方は普通の状態ではお母さんやについての規制側に分かってきた、こっちの方では、その状態がですねより鮮明なイメージができた、あるいは自分の子供の頃のことが出てきている人もいるかもしれないと思います。ですからこっちの方はどっちかというと現在のお母さんが浮かんできて、こっちの方はどっちかというと、昔のお母さんが浮かんできているとかって感じにですねなったんじゃないかと思うんですけども、どんな感じでしたか。まあ言われた通りですね、な感じになるんですよね。じゃあしっかりと最後の状態に入ってきました。どうでしょうか。ありがとうございます。どうでしょうか。まあイメージだけです。あんまりなんか、具体的なこととか。なるほど。はい、子供時代にですね、心の傷というのは誰でもあるんですけども、それが大きければ大きいほど出づらいです。ここには。出づらいっていうことは早めに催眠とか瞑想とかを受けた方がいいですよという話になりますんですね。もう出方が全然違ってきますんでやってみます。そうすると自分の、例えば、極端な例ですけどもですね、あんたなんか産まなきゃよかったな感じでお母さんに言われちゃったりもするとですね、自分はダメな人間だとかですね、あるいはお母さんのところに行ってお母さん遊んでねとかした時に、お母さんが忙しいから一人で遊んでねとかって言われちゃったりなんかすると、あ自分は母親に必要とされてないんだと、そんな価値のない人間なんだとかですね、あるいはそのさっきも言ったようにですね、
お母さんから十分に痩せなかったとすると、あその自分は、自信が、例えば自信を持てなくなってしまうんですね。その十分に愛してもらってないと。そうすると人生においても何かしようと思った時にもう一歩踏み込まないとって感じになってますね。でさ、そういうふうなのが出てきちゃいますんで、まあ、催眠とか瞑想でですね、それをしっかりと癒していくことができるんですよね。どうでしょう。少しいいイメージに変わった。そういうような感じですね。その子供の頃の、もう言葉が出てきたなんかするとですね、結構いいイメージがですね、たくさん出てきてですね、あの遊んでる、お母さんに遊んでもらってるところとかが結構出てきたりとかですね、美味しいものを作ってもらってるところとかが結構出てきたりとかしてですね、いいんですよね、というような感じですね、なっています。これでこの催眠瞑想の主状態、変性主状態なんですけれども、このように私たちは多くのことを学んできました、多くの体験をしました。だけどいざという時になかなかいいアイデアが出ません。ところが催眠瞑想の状態になるとですね、ガイドにつながるということができるようになってくるんですね。ですから良いアイデアを無尽蔵にやることができると。だから情報を入れておけばあとは上手にアウトプットできるというふうな状態がですね、これからどんどん作っていくことができるんですよね。でこのうちの位置につながるっていうのはですね、何気なく言ってますけども、普通の瞑想法をやってたりなんかすると5年とか10年とかかかるんですけども、ガイドにその催眠療法を受けていただきますとですね、スッと出てくると。それからあとこの水曜日に2時間セミナーっていうのを無料セミナーやってるんですけれども、2時間で出てきちゃったりです、ね、するんですね。ですからきちっとしたやり方を取るときちっとした結果が出るというような感じになります。でこの催眠のコースなんですけれども、こういうふうな形でですね、標準コース、年齢対抗コース、前世コースとっていうのがありましてですね、で、この標準コースっていうのはですね、2日間で行うんですね。で朝来ていただいて催眠について、どうやったら上手に催眠の状態に入るかというのをお伝えしてですね、ほんで一番最初はお母さんについて探ってみると、でお父さんについて探ってみると、その次は自分の3歳か性格の核の部分ができているところを探ってみると、でなおかつですね、この性格の核の部分のところっていうのは、もし自分が3歳かの時にですね、ですからさっきの実子さんのところの IQ が150の天才児たちという感じですね、あの時代に自分がもっと両親から愛情を受けていると自分の人生がガラッと変わるんですけども、もしその時に自分がとってもたくさんの愛情を受けていたとしたら、自分の未来はどうなんだろうかっていうのを今度でですね、自分の未来を見ることもできるんですよね。でこのところは年齢対抗ですから、自分の子供の頃にあったことを思い出すんで、思い出したことはあ、なるほどそういうのがあったよなっていうのを思い出すんですけども、過去世、前世のことなんですけども、これはですね、自分の記憶にないんですよね。でところがこのところで自分の心の底を十分に、探るということができると、自分の記憶にないものが意識に上がってきた時にちゃんと受け取れるんですね。でこれを、前世をやって、でこの前世をやるとですね、魂というふうなものにもつながるようになってくるんで、そうするとここで人生の目的、魂は何のためにこの人生をやってるんだろうかというのと、その実行法を知ることができるんですね。でこれが一番人気なコースなんですけども、なかなか2日間時間が取れないですよといった場合には、これとこれとも同じになってるんでですね、これを行って、それからこっちの方に受けていただければいいと。これで催眠療法っていうのは1回受ければいいっていうのによって、何度も受けた方が、受ければ受けるほど自己改善ができるんですけども、今日は前世だけやってみたいよとかっていう場合にはですね、こういうふうなコースも取ることができます。というような中で、まずこの年齢対抗というのはどういうのかというと、催眠時の意識状態、先ほども感じていただいたようにですね、催眠の状態になって、じゃあ子供の頃に意識を向けてみましょうというと、頭の中は全てが子供の時代の子供の自分になるんじゃなくて、子供の部分と大人の部分とは両方ともが存在する、共存している状態になると。年齢対抗時は子供の意識と大人の意識の両方が存在しているために、知識経験の少ない子ども時代にいろんな誤解をしちゃうんですね、知識が少ないから。でそうすると自分が子どもだったんだけども、だから子どもは別にそれはできなくてもしょうがないと思ってるんですけども、子どもの自分はですね、あ、自分はなんでそれができないんだよ、何に自分だっていうのはちょっと思っちゃってると。でそこでその思っちゃってる自分自身を大人の意識でですね、正しく感じ取ることによってですね、知識経験の豊かな大人の意識で正しく感じ取ることによって、そうかと、自分はそんなにも自分のことをですね、責めなくてもいいんだ、自分はこれでいいんだというです、ね、自己肯定感が湧いてくるわけですね。
でこのだけど普通の思状態でも自分の子供の頃のことって思い出せるんじゃないかというふうに思いがちなんですが、ところが普通の思状態で思い出すのはこの誤解してきた子供時代のことをですね思い浮かべるだけで、あの本当はどうだったんだろうっていうのが分かんないんですよね。ですから催眠の状態になると本当の自分の子供の頃っていうのはこういうことが起きた、その時にこのように自分が勘違いしちゃったんでこうなっちゃったんですよっていうのが分かるんですよね。ですから子供の心を癒すことができると。それからまたお父さんの子供の頃、お父さんっていうのは自分が子供の頃はそのお父さんってですね自分より年上だったんですけど、反対に自分がちょっとだけお兄ちゃんになってお父さんの子供の頃のことを思い描いて、自分がちょっとだけお兄ちゃんお姉ちゃんになって一緒に遊んであげると、お母さんの幼い子供の頃のことを思い描いて自分がちょっとだけお兄ちゃんお姉ちゃんになって一緒に遊んであげると、あなたがちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげたり話を聞いてあげたりすることによって子供の頃の両親を感じることができると。そうすると理論的ではなく心の底から両親も辛い幼稚だったんだなと、ミスをする同じ人間なんだなということが分かるだけになって腑に落ちると。ですからお父さんやお母さんが、たまに嫌いな人がいるんですけどもですね、そういった人でもお父さんお母さんのことが大好きになると。で、嫌いじゃなかった場合にはもっとお父さんやお母さんですねに感謝できるというふうなことになってですね、そうすると自分が大人になった時に子供を作ってですね、で子供にどうやって接していいかっていうのをちゃんとこのところで分かったということになります。それからまた自分の心っていうのはたくさん傷ついてるっていうのをお伝えしました。でその時に自分のインナーチャイルド、自分の心の中の子供の部分というのをですね目の前にイメージしてですね、自分が大人になってこのインナーチャイルドの思いをですねいろいろ聞いてあげてですね、欲しかったものを与えてあげるんですね。でそうすると心の中のモヤモヤが取れて過去の自分に傷めませんなんてですね、自己肯定感が飛躍的に上がるというこのインナーチャイルドの癒しというのがですねできてしまってですね、もうこれは強力に、自分をですね認められるので自信が湧いてくるんですよね。それで次にですね、前世なんですけども、前世とかっていうと、それって非科学的じゃないのと、本当にあるのだ。さてですね、やらない、これはもうやらないことにしようとかと思うんですけども、実はですね、前世ってもっと深いんですよと。これ、河合駿っていうですね、人で、ユング心理学っていうのを日本にですね、紹介した人で、京都大学の名誉教授だった人なんですけども、それでですね、あまりにも優秀なんでですね、文部科学省の文化庁の長官も、務めていたという人がですね、ですから心理学の専門家ですよね。でこの人が、前世というのはこういうんですよとっていうふうに言っているんですけれども、私たちの表面意識というのと潜在意識があって、潜在意識の中にですね、さまざまな人格が存在しているんです。まあ、人格っていうと分かんないかもしれないですけど、極端な例ですけど、チキルとハイドとかして、チギルさんとハイドさんがこの中にいたりなんかするんですね。で、それだけじゃなくて、もっとたくさんの人格がダーってたくさんあるんですけども、それで人格があるんですよ。その中の人格の中で、今世に近い部分の人格がですね、催眠や瞑想の状態になって表面意識に上がってきたと。これを年齢対抗っていうふうに呼ぶんですよ。で、その今世に近い人格があって別の人格が浮かんでくると、この様子というのは、時代も年齢もですね、時代も年代、時代も国も、それから性別もですね、違ったような感じが今度は浮かんでくると。でまた別のところに行くと、また今度はさらに太古とかですね、ローマとかですね、ヨーロッパ、アメリカ、それからアフリカとかですね、いろんなところのですね、時代と国のですね、ことが回ってくると。でそれがですね、自分とは違うのが浮かんでくるんで、それを前世というふうに呼んでるという感じで、で実際に前世があったかどうかというのではなくて、かどうかというのは今のところ分かってないと。でですけども、このさまざまな、様子が上がってくると。で私たちの性格というのはこの部分だけで作られてるんじゃなくて、これ全部で作ってあるんですね、私たちの性格。だからこの部分にプラスを入れてもですね、十分な性格改善ができないと。ここにもプラス、ここにもプラス、ここにもプラスみたいな感じで入れていくと、どんどん性格改善ができるということで、性格改善のためにはこの自分の潜在意識の中にある情報にですね、どんどんプラスを入れていくということが重要になってくるということでですね、前世療法も、必要だということなんですね。ほんで、この魂って本当にあるんでしょうかということなんですけども、最近ですね、魂の存在を肯定するお医者さんたちが増えていると。でこのお医者さんが自分の専門分野を研究しているうちに魂ってなるんですよねっていうのを言い出すということなんですね。でまずその日本で言いますと、この矢作直樹っていう人が、
いましてですね、ちょっと前まですごい有名だったんですけれども、今はその退官しちゃったんですけれどもですね、私と同い年の人なんですが、この人がですね、どんな人かというと、東大の ICU の教授と、ですから ICU ですから、あの生命に関わるような、病気とか怪我をしてしまった人がですね、その、生と死の境目でですね、頑張ってるのを助けるというお医者さんなんですけれども、でそうしてみると人間の死もたくさん体験すると、でそうすると、この人が言った結論は、人は死なないんですよと、肉体は滅びるんだけども魂の存在になるんですよっていうのを東大の医学部というふうな肩書きをここに出してですね、言ってるんですよ。でこっちの第2個目はですね、これ迷う霊との対話ってやつなんですけども、これはシエ・ウィクランドさんっていう精神科のお医者さんですね。でこの精神科のお医者さんは奥さんがですね、霊媒体質だったんで、でこの統合失調症っていうその病気があるんですけども、その統合失調症上のですね、あの症状を呈するですね、患者さんがやってくると、その患者さんにですね、静電気を浴びせるんですね。でそうすると、あの普通の統合失調症だと別に何も起こらないんですけども、この憑依をされているっていう場合にはですね、その憑依している霊がですね、その患者さんからポッと出るんですね。でそうすると、その出た霊を奥さん、霊媒体師の奥さんに乗っけると、その憑依していた霊と対話ができると。で憑依していた霊っていうのはどんな霊かっていうと、自分が死んだことに気がついてない。でそうすると、例えばあのいきなりの事故で死んじゃったと、なんか自分が一生懸命あの病気になって一生懸命それを治すとかっていうふうなことをやっていて死んでしまったとかっていうと、ああ自分が死んでいくんだなっていうのが分かってね、自分が死んだっていうのはよく分かるんですけど、なんか突然になんか事故があって、例えばあのバスかなんかに乗っていてですね、バスがいきなり転落して死んじゃったとか、飛行機がいきなり転落して死んじゃったとかですね、あ飛行機の場合は分かる、そういうふうにいきなり死んでしまったとか、あるいはそのだから死んだことを認められないとかって、そういうふうな例がですね、たくさんいるんだそうですけれども、そういった例はですね、自分と同じような境遇の人がやってくるとひょっと憑依しちゃうんですね。でそうすると憑依されたあの人はですね、なんか人格がガラッと変わってしまうと。でそれをですね、あなたはもう死んでしまったんでしょと例に言うとですね、そうか、分かりましたみたいな感じで納得してもらうと、その例はその人から離れていって、こと光の方に進んでいくんですけども、そうすると統合失調症上の症状を示した人がスッと良くなっちゃうというような治療を30年間やってきた人なんですけども、この精神科のお医者さんは、まあ、魂はありますよというのを紹介してるんですね、まあ、言ってるわけですね。それからまたこのプルーフ・オブ・ヘブンを書いたこのエベン・アレクサンダーという人は脳神経外科のお医者さんでですね、この人自らですね、なんか臨死体験をしちゃった臨死体験をした時の様子をなんですけど、自分の脳の中にですね、大腸菌が何だか知らないですけど入っちゃってですね、脳がダメになっちゃった。それでその自分の同僚の、お医者さんがですね、一生懸命治してくれたんですけども、でそれでその状態を振り返ってみると、この状態っていうのは自分が、臨死体験、魂が自分の肉体から抜けていたというふうなことじゃないと説明がつかないというふうな感じですね。これでその魂っていうのはあるんですよというふうなことをですね、言っていると。ですから魂っていうのはまだ直接捕まえてですね、その様子を調べたっていうところまでは人間の科学は進んでないんですけども、あの間接的にそれも自分の専門分野から魂の存在をですね、肯定しているお医者さんたちが最近増えてきたと。ということは輪廻転生っていうのもあってもいいんじゃないのという話になるところですね。で輪廻転生っていうのはどう何かというと、魂がですね、自らの成長のためにこの肉体の中に入ってですね、この人生を過ごすことによって、自分のですね、成長を促すということなわけなんですけども、でこの時にですね、魂が人生のプログラムを携えて私たちの体の中に入ってきてるんですよと。でこの時にですね、魂としたら善悪の差を知りたいんで、ある時には善人をやって、ある時には極悪人をやるんですよと。で男女の差を知りたいんで、ある時には女性をやって、ある時には男性をやるんですよ。あるいは人種の差を知りたいんで、ある時にはエジプト人をやって、ある時にはアメリカ人をやりたいんですよと。あるいはですね、人生を楽しみたいんで、ある時には凡人だったんだけど、ある時には有名人をやるんですよとって感じですね。いろんな人生を体験することがですね、魂の成長に役立つと。ですから私たちが仮にこの前世療法をしたと言った時に、
合格人が出てくると、ああだから自分は今悪いことが起きてるのか、有名人が出てくると、俺ってこんなにすごい有名人だったぜってあなた方で言いたいとかっていう感じですけども、こうそういうふうなですね、過去性の規制に取られる必要はないんだと、魂の成長のために作った人生のプログラムをやってるだけなんですよっていうのがこの輪廻転生なわけですね。ですけども、このプログラムっていうのは非常に意味深なプログラムでありましてですね、例えば今世の自分と過去性の自分がいたときに、この過去性からですね、たくさんの影響を受けていると。例えば自分の今世のお父さんがですね、とても自分にその辛く当たると、でどんでこんなにお父さんっていうのは自分にこんなひどいことをするのって思ったら、過去性では敵対していたんですね。で、今世の自分の恋人がですね、なんか出会った時から昔から恋人のような気がする、で過去性に言ってみると、あ奥さんだったのか、あるいは今世の自分の上司がガミ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 うるさいと、どうしてあんたはこんなにうるさいのとかと思って過去性から聞くとガミガミおいじゃんとかですね、そのような形で魂同士っていうのは、いろんな役割を変えながらですね、輪廻転生をしていくことによってお互いの魂の成長を助けるというふうなことをしているわけですね。ですからこの様子をですね、この現在の自分が、いろんな自分自身にですね、悩んでいるとか人間関係に悩んでも一向に解決できないようなことをですね、前世療法をすることによってしっかりと解決することができるということなんですね。どうして自分のお父さんはこんなことをするんだろう、どうして自分の上司はこんなことをするんだろう、どうして自分自身はこんなことで悩まなきゃいけないんだろうとかっていうふうにですね、思ってたら、大抵の場合にはこの過去性を体験することによってですね、解決してしまいますっていうのがこれでですね、次にこの人生の目的なんですけれども、魂の記憶の段階に戻ることができるんですよと。このところまで一生懸命自分の潜在意識の感じ方の練習をして、で自分のですね、記憶にない潜在意識の奥底にある情報を体験するのを、しっかりと体験していくとですね、魂の存在というのをここで体験することができると。で魂の経過の段階に戻り、今世の自分の目的って、生きる目的って何なんだろうと、この生きる目的をですねしっかりと果たすためには何をすればいいんだろうというふうなことをですね、知ることができる。魂っていうのは肉体を持つ前にその肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めてきている。これが運命とかって言われるんですけども、運命っていうとこのように一本道で完全に定められたもので何も変わりないものとかって思いがちなんですけども、実はですね、樹木の枝葉のようにですね、たくさんの選択肢があるんですよ。ですから例えばこっちの方を通っているなというふうなものを催眠をするとですね、分かるんですね。自分は今この道を通っていると、だけど本当に自分が取りたいのはこっちの道だとかっていうような感じですね。こっちの道に行くにはどうしたらいいかっていう、その方法を知ることができると。ですから私の場合、最初ですね、結婚した相手はここにいたと、でもこの結婚した相手はなんか違うような気がすると、本当に結婚した相手、したい相手っていうのはどちらのところにいるんだろうと、あここにいた、じゃあこっちに移るためにはどうしたらいいんだろうかっていうのをやってますですね、このようなことをやればいいっていうんで、このところに行くと、あるいはそのソニーに行ってこういうふうなところを仕事をしていた、こういった仕事をしていて、そのソニーでもってその医療機器の研究しないことになってしまったと、じゃあ自分の本当にやりたいことって何なんだろうとかすると、人の心を癒すっていうことになりたい、じゃあここに行けばいいってんで、ピュッとこっちに来たとって感じですね。自分の本当にやりたいこととか、自分の本当に結婚したい相手とかっていうふうなものはどこにいるんだろうかっていうのを、このところに行くとですね、知ることができるんですね。で魂は前世も含め他の多くの魂との間で今世どのようなつながりを持つか綿密に計画していると。ですから自分が幸せになっていく方向でも、自分が不幸になっていく方向でも、どんな方向にですね、でもですね、このたくさんの選択肢を持っているのでできるんですね。だけども肉体を持っている自分自身がここに来たいんだっていうふうなことをですね、この中から選んでそっちの道を進むことができるのがこの催眠なんですよね。でこんな感じでですね、たくさんのことができるんですけども、催眠療法っていうのは受けただけでは思い出にしかならないと。例えば映画を見て感動したと、いろんな人の講演会に行っていろんな人のセミナーに行って感動したと、で感動したんだけど、その数日経つと感動が元に戻っちゃうように、催眠もですね、その催眠療法を受けた時にはものすごく感動するんですけども、すっと戻ると。で役に立たないんで、じゃあどうすればいいんでしょうかということなんですが、私たちのこの神経細胞からはですね、このたくさんのですね、軸索っていうのが出てるんですよね。でこの他の神経細胞とつながるわけなんですけども、もうこの つながりたてのこの、軸索はですね、電線に例えると裸電線と同じような感じなんですね。放電とか混線とかしてしまうと、それなんでですね、やがて切れてしまったりします。ところが、
こっちからこっち、こっちからこっちっていう感じですね。いつもいつも信号を送ってると脳の中でバック、これは重要な、回路だから、このところに頭梢という作用をつけましょう。でそうするとこれは被覆電線と同じような感じになるので、漏電とか混線とかしないだけでなく信号伝達速度が100倍速くなるんですね。でそうすると脳の中に新たな高速脳内ネットワークっていうのが作ってるというふうなことが、この日々の自己催眠をやっていくことによってできるんですね。ですから催眠療法を受けて、あるいは、自己催眠セミナーを受けて、あるいは瞑想セミナーを受けて、その後、自己催眠をやったりとか瞑想を自宅でやっていくと、自分の願望実現とかなりたい自分になるための高速脳内ネットワークっていうのを作ろうと思っている。でこのネットワークを作るのにですね、どのくらいかかるかというと100日から数十年かかると。で昔の人はこれをですね経験的に知っていて500度参りとかっていう感じで言ってるんですね。ですからこういうふうなところまでやらないとなんないんですけども、普通の催眠療法をやるところだとですね、催眠療法を受けるとはここだけしかやってくれないと。でこれに気がついたラディアンスはですね、自宅での自己催眠ができるようにアフターサポートをしようと。でそうすることによって自己改善ができるんですよ。ほんでそのアフターサポートの内容なんですけども、両手の指の中にギュッと握りしめるとかっていうようなのやつをネットからダウンロードしてできるようにしてますよと。それから、自己改善をするために日々いろんなことをやっていく必要があるんですけども、そのためのワークブックもネットからダウンロードできますよと。それを日々の自己催眠101時間というふうに呼んでるんですけども、ほんでこの自己催眠誘導ファイルと日々の自己催眠101日間をこれをやるとですね、どんどん自己改善ができるんですけども、その時にアドバイスもしましょうっていうんでですね、4年間もの長きの後メールサポートをやります。これで、このメールにですね返信していただきますといろんな質問もしていただくことができるということになります。それからまた、瞑想とか催眠の時っていうのはですね、いろんなことが頭の中に浮かんでくるんですね。でこのいろんなことが頭に浮かんでくるっていうのは、皆さんがですね日常生活において明暗を思い浮かばせたという時と同じ感じで浮かんでくるんですね。でその明暗を思い浮かんだんだけども、紙に書く紙がないだったりペンがなかったりなんかすると、また後で思い出せばいいやと思っていると後から思い出せないという苦い思いをたくさんしたと思うんですけども、催眠や瞑想の最中もですね、喋った内容をその時には覚えてるんですけども、すぐに忘れちゃうんですね。でそれでせっかくすごい、メッセージが浮かんできたのがもったいないっていうんで、ここで催眠をかける人が全部タイプしちゃうんですね。このパソコンがそのパソコンなんですけども、そうすることによってですね、喋った内容を忘れちゃっても後で読み返せば、記録を読み返せば OK なんですよ。 ですからそれをですね、記録の進展を行うんですね。で他の催眠療法をするところはこういった感じで、これが催眠を受ける人がここに座って、催眠をかける人がここに座って、そうするとパソコンとかっていうのはここにないわけで記録が取れないと。だから思い出になってやがて忘れちゃうっていうのが他の催眠療法をするところなんで、あまり役に立たないわけですよね。でこの社内機密とかっていうのがありますですね、催眠中の、会話をですね録音しちゃったりなんかするとですね、この企業秘密が全部漏れちゃうんでですね、録音しちゃいけませんよっていうのはほとんどのところなんですね。ですから、実際にまたその録音してもですね、催眠中は声が小さくなっているんで、後でその聞き返してもどんどん分かんない状態というふうな感じではあるんですね。ですから他のところでは催眠の記録っていうのは渡してもらわないんで、せっかく催眠中に喋った内容をですね全部忘れちゃってもったいないという感じなわけですね。でラディアンスの場合には催眠療法を受けました、催眠の記録を渡します、そして日々の自己催眠ができるようにしますってんですね、日々の自己催眠をやってですね、またしばらくして催眠療法を受けました、催眠の記録を受け取りました、これとこれを読み比べてみると、ああ自分はこんなにも検査がうまくいってるんだっていうのはですね、このところで分かった。でさらにですね、日々の自己催眠をやってですね、催眠の療法を受けて催眠の記録を取りました、これとこれとこれで読み比べてみると、あ自分はこんなにも変化してるんだとかっていう感じですね、日常生活は徐々に変化していくんで、催眠の後の効果っていうのは蛍光灯がですね、だんだん暗くなっていって、大掃除の時にですね付け替えてみると、あこんなにも蛍光灯って明るかったのかみたいな感じですね、なるのと同じような感じで、自分が徐々に変化していくんで自分の変化の様子がなかなか分かんないと。ところがこれとこれを比べてみると、あこんなにも違うのか、これとこれを比べてみると、あこんなにも違うのかっていうのがですね分かるんで、日々の自己催眠を続けるやる気満々となって自分自身がすごく変化することができるんですね。
っていう風な感じになってくると、何が言えるのか、どんなことが起こるのかっていうと、これになってくるんですけど、催眠と瞑想とこんないいことがありますよ。まあ一番最初にですね、理想のパートナーを引き付けることができるんですよと。で、50歳の時に20歳年下、20歳年下の妻と結婚したいなと思って引き寄せたんじゃないんですけども、自分の理想のパートナーを列挙していてですね、年齢は本当に書かなかったんですけども、それにぴったりの相手というのを意識の力を周りにボンと出してですね、そうするとその意識の力を感じてですね、やってきてくれるわけなんですけども、でその時にたまたま年下だったという感じですね。それで再婚して夫婦になりました。で、私たちが幸せになっただけじゃなくて、この方法で多くの人が幸せに結婚してます。だから人生にはたくさんの選択肢があって、それぞれの結果になると。で、この自分自身が意識のエネルギーをズボッと発してしてですね、でそれが相手に届くというのは非常に不思議なことに感じると思うんですけども、ところが最近ですね、量子力学という物理学が進歩してきてですね、その中の非極材性というそういう特性があるんですけども、この非極材性というふうな法則に基づいて意識のエネルギーを発してるんですね、我々は。なので科学的にですね、願望実現ができるというふうなことが、まあ、近年分かってきて、その通りによるとできると。で、それをですね、引き寄せの法則を存分に生かしているのが願望実現セミナーで、今度3月20日にですね、やりますので、ぜひとも、後で、ラディアンスのホームページを見てですね、3月20日に丸をつけておいていただくと嬉しいです。で、それでですね、その量子力学なんですけども、どんなのかというと、ここからですね、光子っていう量子を、一番最小のなんか単位なんですけども、それを出すと光にはですね、粒子の性質と波の性質があると。で、このスリットの幅と間隔をその粒子の大きさほどに狭めていくと、こっちの方にですね、干渉島ができると。で、干渉島がこんな感じでできた時に、このこっちの方からたくさん通ってほしいなっていうような感じで意識をするとですね、意識をして3秒後にそっちの方にたくさん光子が通るというふうなことを250名の人を使ってですね、実験した人がいるんですね。ですから意識を向けると光の振動を変えることができるというのが今はですね、常識になってますね。ですから光とかさ、あっち向けとかさ、そんなすぐにはそんなすぐは変わらないですけども、こうやって測定するとですね、変わると。で、このこういうふうな形で量子にの変化をもたらすと、結局 DNA っていうのはそういうその量子の集まりなんですね。っていうと DNA を変化させることができて、この DNA 同士がですね、通信をしてるっていうのが最近また分かってきてるんですね。で、そこで意識のエネルギーをバッと触れると。で、それがこの非極材性っていうふうな物理学の法則なんですけど、どうなのかというと、ある場所で2個の素粒子を同時に発生させる、さっきの光子とか電子なんですけども、するとその素粒子がたとえ何万光年離れていようとも、その偏りが変化するとその情報が瞬時に伝わる。だからこの何万光年離れていようとも、光も速い速度で情報が伝達されると。だから物は光よりも速い速度で進むことができないんですけども、情報は光よりも速い速度で進むことができるということですね。ですから私の妻に向かってですね、まだ結婚してない私の妻に向かって、私はあなたと結婚したいんですというのはですね、意識のエネルギーをバッと振ると届いてですね、それでずっとやってくれて結婚ができるというふうなことですね。これは物理学の法則で証明されているということですね。ですから、そのやり方を用いてやるととてもいいです。で、これはこの東大のですね、教授、その頃はニコンにいたんですけども、こういうふうな、装置でですね、それを証明してくれてるんですよね。で、それをちゃんとやるとですね、ラディアンスのホームページなんですけども、理想のパートナーリスト、こんな人と結婚したいんですよというリストを作るとですね、 90% 以上の状況を目指す恋人候補が属しちゃってるとかいう計算の例がありました。普通の人はですね、結婚した相手っていうと、なんか顔が良くて、その性格も良くて、料理が上手みたいな感じですね。そのぐらいで、結婚相手を見つけるわけなんですけども、で、そうするとですね、そういった人がやってくると、この人だみたいな感じでですね、その恋人にしたいとかと思って頑張るんですけども、ですけども100項目あるうちの3項目しか満たしてないというふうにするとですね、残りの97項目はどんなのか分かんないんですね。で、結婚して3年もしないうちに何か違うなと思って離婚しちゃうっていうのが普通なわけなんですけども、
ところがこの 90% の条件を満たす人が出てきたら、これはすごいですね。でこんな人が出てきてしまったんで、この K さんという人はですね、婚活パーティーに行った。そしたらですね、異性からですね、ほとんど全員から独占指名独占状態になってしまった。それが2回も続いてしまったとかっていうんで、偶然じゃなくて意図的にそういったことができるということがこの人は分かってしまった。それからこの結婚力アップ集中プログラムっていうのは、結婚のためのプログラムを受けたところですね、ビジネスの方でも大成功しちゃったというふうな感じでですね、これっていうのはプライベートにも、ビジネスにも役立ちますよと。それからまたこの F さんという人はですね、先ほどのこの実験なんですけども、自分がですね、そのような意識をするとその思いをですね、相手に伝えることができるというふうなものを使ってですね、この方は妻子ある方と恋愛状態に陥りましてですね、子供ができた。それで、この人に早く、この相手にですね、早く結婚してほしいって言うんですけど、なかなか結婚してくれなかったと。でそれで自分はその自分なりに幸せになるんだというのでですね、将来の幸せな結婚を決意したら、その1週間後、このなかなか、結婚してくれるということに関して頭を首を振ってくれなかった人が、頭を守られた彼が玄関先にと。今まで本当に申し訳なかった、許してほしいと。6年も忘れてしまったから、これから一生大事にしますって言うんでですね、迎えに来てくれた。迎えに来てくれたというよりも、一緒に今この人の家に住んでるわけなんですけども、他にも彼との間にできた娘のためのひな人形やら米やらケーキやら、まるでドアの仮設のようにいろいろ持ってきてやってきたんです。ですから自分は幸せになるんだというふうに決意をすると、その決意のその情報がですね、相手に伝わるんですよ。だからこういったことが普通に起きてくる。それからまたこの人は、ダメンツとばかり付き合ってた。なぜかっていうと、子供時代にですね、お父さんから、なんか非常に威圧的にですね、扱われてた。こんなもんでですね、お父さんに反発して、剣道とか柔道とかになってですね、お父さんとですね、喧嘩をしようとかっていうような感じで、その子供時代を過ごした人なんですけども。ほんでこの人のお母さんは病弱だったもんで、この人が何かして状態ねとか、一緒に何かしようねとかって、お母さんとかで言うと、お母さん調子悪いから一人で遊んでてねとかって言われちゃって、自分はお母さんから必要とされてないんだっていうので、その自己肯定感がズドンと下がってしまったと。だから自分は幸せになれないんだと、幸せになる場所がないんだと思っていたんですけども、催眠や瞑想をすることによって自分の幸せを阻んでいるものが分かり、それを心の傷を解決したところですね、こんな素敵なですね、中堅企業の若くして部長さんになってしまったとかっていう人と巡り合って、で2人ともが、乗馬が趣味だったんで、バージョンウェイティングっていうふうなことをしたらですね、乗馬ライフに特集されてしまったと。それでプロポーズはですね、あと富士山頂でこんな感じでしてもらえたとかって感じですね、とてもいいことかもしれないですけど。あとこの方はですね、ソニーの前世紀のソニーの森田明夫とか、イデオネブキューのCEO のスピーチ研究を担当しているんですけども、独立してですね、自分のビジネスを展開したときにラディアンスに来てですね、催眠と瞑想を受けて、受けたところですね、この本を書くチャンスを受けてしまった。本を書くには非常にお金がかかるんで、なかなか独立起業してもですね、書けないんですけども、本を書きたいと思ってですね、意識のエネルギーをボッと送ったらですね、自分自身 その、大学時代の、同期の人がですね、出版社に勤めていた。でその人をその同期会で引き寄せることができて、でこの本を出したところですね、で書くときにさっき の自分のなんていうんですか、潜在意識の奥底につながって書いたんで、文章が降ってきた。でその降ってきた文章を紙に書いたらベストセラーになってしまって、でなぜ勧めたリーダーは失敗を語るのかっていう次の本の出版もですね、依頼されてしまったっていうんで、ビジネスで大成功だったんですね。でこの本の中に、私は山崎麻生氏のところで催眠や瞑想を受けたんですっていうのを書いてもらったんですね、このところ。なんかとても嬉しかったんですけど、っていうふうな感じができたりとか、あるいはこの人は、串焼屋のチェーン店のオーナーさんなんですけども、小学校から発作的にすぐに起こって起こると物を破壊すると。だけど普段はいい人なんで、幸せな結婚をしたんですが、すぐに起こって物を破壊するということをしてたんで、離婚をされてしまった。で離婚されちゃ困るんでっていうんで、いろんな病院に行って薬をたくさん飲んだんですけども、一向に良くならなかった。でそこで催眠療法と瞑想をラディアンスに受けてきてですね、ものすごく怒っていた人がもう怒んない人になっちゃった。
ほんでそれだけじゃなくって、こういった人もですね、お店に来てくるようになってですね、で商売の繁盛しちゃったというふうな感じで、離婚が解消して商売繁盛っていう形で、とっても幸せになってしまった人なんですね、催眠を瞑想して。それからまた、がんになった人もですね、催眠療法を受けに行ったりとか、瞑想セミナーを受けてですね、がんのですね、治療に役立っていると。で、がんっていうのは、加齢とストレスによって免疫力の低下によってですね、がん細胞がどんどんできちゃうんですけども、このストレスというふうなものをですね、瞑想によったり催眠によったり世界へすることによって、もう本来のアデアンスソニーでやってた研究がそのまま役立つわけですけどもですね、これができちゃうと。それから自己催眠ダイエット、8キロのメタボだったですね、私がですね、目覚めましてですね、自己催眠ダイエットやったらですね、64キロになってしまいまして、そのリバウンドなしと。で、現在59歳で健康体でですね、私の今の目標が120まで現役でピンシャーに来てですね、で、そろそろおじいちゃん死ぬからねっつって、次の日起きてこないっていう、そのコロッと死ぬという、こういったボケずにコロッと死ぬっていうようなことをやっていくと。だから催眠とか瞑想とかやっていくとですね、脳トレができますんでですね、ですからこのボケずにコロッと死ぬっていうことがですね、可能になっていくわけですね。このこういった自己催眠セミナーっていうのは2017年の3月4日の13、この2日間あってですね、ダイエットもできますし、幸せな結婚もできますし、仕事とか能力開発、性格改善もできちゃうと。なりたい自分になれちゃうんですよと。それで、その自己催眠ならアデアンスですよっていうのはですね、この本を電子書籍を書いたら、Kindle Unlimited にその、推薦されたりとか、ナレッジサーブっていうところでは、おすすめ度、一押しみたいな感じですね、なったわけですね。それから、これやると、ビジネス展開。10年で、起業して10年経つと、94% が潰れるんですよね。で、20年経つと、99.7% が潰れちゃうと。で、30年経つと、もう 0.02% しか残らないという中で、ラディアスはですね、今、それぞれ23周年ということですね。で、この前、20周年記念セミナーというですね、協力会場でやったんですけども、で、これまでに5000人の人に4万回の催眠療法でしましてですね、瞑想法は1000人の人に来てもらいました。で、プロの催眠療法士は100人も養成しているということ で、また現在 の今のですね、現在のラディアンスのですね、目標がですね、全国に1ラディアンスを作ろうという形で頑張っているという形であります。それでまたですね、会社の社長さんがですね、来てくれましてですね、私自身で対抗催眠療法を受け、問題解決を図り、うまくいったら看板に進め、経営の向上に行ってくれたいんですけど、うまくいっちゃったんでですね、幹部社員をラディアンスにどんどん送り込んでくれて、この会社はですね、上海進出大成功、ビジネスにも成功しました。こんな感じでラディアンスでは、催眠療法、自己催眠セミナー、ヒプノセラピスト養成講座というので、催眠の基礎から応用まで、だから瞑想の場合ですと、願望実現セミナーから、この悟りの境地まで行ってしまう状況セミナーというのを、やった瞑想の基礎から応用まで、それからメンタル力、結婚力アップ集中プログラム、メンタル力アップ集中プログラムという感じですね、トータルサポートやってます。で、催眠というのは、ですね、過去を癒すというのが得意なんですよね。で、そこで、その催眠で過去を後悔することなく、瞑想というのは、瞑想してですね、意識のエネルギーを未来に送って、未来にこんな嫌なことが起きたらどうしようとかいうのを未然に防ぐことができるんですね。で、そうすることによって、催眠で過去を後悔することなく、瞑想で未来を憂うことなく、今ある現在をしっかり生きると。で、現在の連続が人生なんでですね、今を生きるっていうふうにすると、自分の人生がどんどん動いていくというふうな感じになっています。それで今日の内容はですね、全部メンバーサイトでですね、もう一回見ることができますので、楽しみにしていてくださいと。という感じでですね、この3時間聞いていただいて、この催眠や瞑想すると、こんなことが自分に起こるかもしれないと。これはすごいというふうに思ったということでですね、今日の瞑想、今日のセミナーのですね、感想を教えてください。催眠状態の確認方法ってすごく面白いなと思います。そうなんですね。分かってる。はい。します。分かりやすい。分かりやすかったで、あと、この何か催眠状態を見ると、自分の時期がこんなに変わっちゃうかもしれないというのは、何か可能性というか、それは、私も瞑想やってましたから、それはよくその通りだなと思いますから、すごく自分の生き方が変わってきますね。そうですね。
じゃあぜひ今度は催眠旅行とか瞑想ですと自分の中に何かわだかめがあったときにその部分に入り込む勇気がないと下げたんですね。とは催眠療法を受けるとそれとしてはそこを突っ込んでいますね。最後に難しい質問、はい、瞑想状態で変性状態になるのと催眠状態って一緒なんですか。あ、引き下げは同じです。一緒なんですね、はい、ただその自己催眠の場合は同じですけども催眠療法の場合ですとそこにセラピストがついてますので、ガイドがないと、そうですね。ガイドがないといた方がもっと下がる。そういうことですね。なので、魂につながっているファンが良いです。そうすると、催眠で魂につながるという技能が身につくと、瞑想でも魂につながるというので、相乗効果があったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。催眠とか瞑想とか、少し聞いたことがあることですけど、実際に体感できたりとか、でも理論的なことを少し説明していただいたので、分かりやすかったです。で、なんか、それをやったら、こんなことができて嬉しいとか、自分は違う、この最大の総合をやって、こんなやったりとかっていうのは、そういうのってなんかありました。結婚とか、ちょっと、具体的とか、だからそのビジネスが強くなったりとか、それもほとんどでしょう。そういうのとか、あと日常でこんなことになるんだけど、これが解決しそうとか、なんか、もしかしませんでした。やってみようと思いました、自分で。ぜひ、やってみてください。ありがとうございます。どうでしょう。そうですね。やっぱちょっとその前世の話とか、経験をしたりとか、そのイメージが入ってきたとか、経験したりとか、でまあ、今日みたいなのすごく根拠示して説明いただいて、やっぱり、まあ、あるんだなみたいなことを確認できたのと、まあ、個人的にその、まあ、コーチングをやりたいんですけど、まあ、それにすごく活かせるスキルだなというふうに感じて、まあ、その催眠と、まあ、例えばそのクライアントさん の, その行動を阻害しているその原因とかを特定してそれを外してあげるっていうことができないといけないんですけど、それにすごく使えそうになっていくと、あとちょっと私個人的には別にイメージをするスキルが、するとかさせるスキルがちょっとまだまだあったと思ってるので、やっぱりその瞑想の、あ、逆にして、細部、瞑想ですよね。瞑想の技術を学んで、それができるというふうに。ありがとうございます。コーチングですと NLP というのを使うんですけど、はいはい、あれは普通の意識状態、普通の意識状態というか、目をつぶらずに話をしながら相手を催眠状態に持っていくんですけど、はい、やっぱり目を開けながらですと、深いところまでいけないんですよね。はい、そこで、そのもう少ししたら、この人の問題を解決するというところで、その話題からすると、出てきてしまうんですけど、どんな催眠の状態でもってその人をですね、誘導していくと、その自分の問題点にザッと行けるんですね。これがまた瞑想のセミナーの時にですね、まあ、明日の瞑想セミナーでやるんですけども、相手の彼とつながると、相手の意識とつながるとかっていうふうなことを、まあ、できるようになっちゃうんですよ。で、そうすると、相手のガイドが、その相手に日々どのようなことを伝えているんだろうかというふうなことを、自分がその瞑想状態なんで知ることができるんですね。ということは、より、コーチングですね、コーチングもですね、適切な、ことができるんですね。実際に、ラディアンスの、ヒトノセラピスト養成講座っていうところでは、その瞑想じゃ催眠療法をするときに、相手のガイドにつながって誘導しましょうっていうふうなことだったんですね。ということは、同じイメージの共有ができちゃうんですね。相手がどんなイメージをしてるんだろうっていうのを、自分のイメージをしながら催眠を続けることができる。これっていうのは、ものすごく、ね、同じ画面を、パソコンの操作とか同じ画面を見ながらやるっていうのを、大抵今やってるじゃないですか。それをしてるのとしないと、全然話の通じ方が違うということで、だからそれができるようになっちゃうっていうのは、かなり大きなメリットになるんですね。ですから、明日の、催眠療法、瞑想セミナーでですね、相手のガイドにつながるっていうのは、そうすると、コーチングの技術もですね、さらに高まってるのか、と
そうですね。楽しみにして。明日、明日、そうですね。予定があるんで。はい。はい、最後でも大丈夫です。そうですね。ありがとうございます。まあ、今の話に通じるのかわかんないですけど、この短時間で2回ぐらいデジャブみたいなのがあって、それは何なのかなってちょっと不思議に思ったのと、まあ、あと、まあ、もうちょっと時間を空けるようなものがなんか あればなっていう感じがありました。もうデジャブは何なんですか？いや、そう、でも説明してる中で、もう思うと、あ、これなんか、あれいつ聞いたんだろうって、昔ぐらいありましたね。実感というのはあとどんなところなんですか？まあ、そう、まあ、まあ、最近の瞑想知識はもうないので、なんともですけど、まあ、よくテレビとかで見るようになったじゃないですか。そういうところまで行くのは、どういうふうになったらそうなるのかなとか。テレビでやってるのってですね、どんなのがありますか？よくなんか、できるとかでやったりする。怖がりの人を怖がりじゃなくさせるやつとか、うん、そういうやつってのはやらせなんですね、ほとんど。あ、出川はよくガチだガチだ、ね、そうそうそう、もう思いっきりやらせるんだ。あ、そうですか。で、私も昔出演依頼があったんですよ。ああ、そうなんですね。でそれでですね、話が進んでいった時に、はい、例えば石田純一という人に催眠かけて、はい、それで浮気のシーンをイメージさせる、はい、でその浮気がその本気か浮気かっていうのを白状させようっていうふうな企画とか、はい、あるいはえなりかぶきっていう人が、はい、好き嫌いで有名だったんです、まあ、激しくて有名だったんですけど、催眠好き嫌いが激しくて有名で、はい、好き嫌い、好き嫌い、はい、それでその嫌いなものを催眠状態にして食べさせようっていうふうな、はい、企画だったんですけど、はい、その人が嫌がることは催眠ではできないんですよ。だからその石田純一がその白状したくないようなことは白状しないんですよ。だから結局そこで得られる内容っていうのは何て言うんですか、エンターテインメント的な内容しか得られないんですよ。だから嫌いなものを無理やり食べさせるっていうのは、嫌いなものっていうのはその本人が望まないことっていうのはできないことになってますので、嫌いなものを食べるなんてことは本人は望まないわけですね。ところがああいうタレントさんとかっていうのは盛り上げないといけないと。だからあれは思いっきりやらせで自分が無理やりやってるんですよね。なもんで、ああいうふうなのをですね見てですね、あれが催眠だとかと思ったら大間違いなんですよ。だから催眠師匠って的なものっていうのは全部種も仕掛けもあってですね、ほとんど嘘になってきますのでですね、反対にああいうふうなことができるとかっていうのは、そういうことを言う人の場合にはですね、そのセラピスト自体に嘘をついているということになりますね。ありえないんですよね。だからそうやって、で、そのテレビ局の人が、いや、その催眠はそれができないんですよというふうに言ったら、山崎先生、そんなことをおっしゃいますと、視聴率が稼げないんですよ、それでは。視聴率で全部やってますんでですね。ですから、テレビとか、あるいはネット上で何か、基礎、なんていうんですか、突飛なものがあったら、ああやらせだなと思ってですね、それは無視すると。だから本当にほとんどの、ネット上での情報っていうのはですね、やらせだというふうなことを思ってですね、間違いないですよ。テレビはもう絶対やらせみたいな感じになってきます。だから小催眠というふうな部類があってですね、それは催眠という名前がついてるんですけども、手品と同じように種を仕掛けばある小なわけですよね。というか、それからあとその催眠商法っていうのもあれは催眠かけてんじゃなくて、話術の巧みな人がいるんで、なんかそれは催眠じゃないかとかってね、勝手につけちゃったりとかですね。例えば催眠というふうなものは何か不快なもの、不思議なものというふうなものの、代名詞として使ってる例が圧倒的に多いんですよ。ですから本当の催眠というふうなものをそこのところでは表現していないという感じだと思うんですね。ですからこれからですね、そういった目で見ていっていただきますとですね、はい、はい、というわけで今日はどうもありがとうございました。それで、このですね